愛知県東海市にあります大池公園野球場です。4基の照明にはすでに火が入っています。第1回 CBC ラジオドラマキング杯争奪戦、近藤三高対貝沼建設の試合、まもなく始まります。両チームのラインが今整列しました。一塁側近藤三高赤いユニフォーム、そして三塁側貝沼建設ネイビーのユニフォーム、今両チームの選手が一礼しました。放送席ご紹介いたします。解説は中日ドラゴンズ OB の中村武さんです。中村さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。中村さん、はい、軟式野球の解説というのはこれまであったんでしょうか。いや、まず普通に考えてないですよね。大池公園野球場での解説というのは、いや、普通に考えてないですよね。そうですね、はい、セミが鳴いておりますね。蚊も飛んでます。はい、そうなんですよね。私すでに左肘を刺されました。俺も首筋いかれました。あ、いかれました。いかれました。9月の蚊は結構強力ですね。いや、もうお腹すかしていっぱいブンブン飛んでるんじゃないですかね。そうですよね、はい、ちょっと気になりますよね。あの、すね、はい、ピッチャーよりは気になりますね、蚊が、はい、そうですね、はい、今日試合終了まで我々何箇所噛まれるのかというのも一つ注目ではあります。ですよね、はい。まずは高校の守ります近藤三高ですが、ピッチャーが紀藤、受けるキャッチャーが筑波のバッテリーです。ファースト平田、セカンド与堂、そしてサードが水野です。ショート加藤、外野はレフト神谷、センターウエンド、ライトが日比野です。先行の貝沼建設のオーダーです。1番ショート新海、2番キャッチャー里村、3番サード橋本、4番センター加藤、5番レフト渡辺、6番ファースト下川、7番セカンド吉田、8番ライト宇佐美、9番ピッチャー伊佐治という9人です。中村さん、はい、事前情報は全くないと思うんですが、うん、近藤三高対貝沼建設、この9月の21日木曜日のナイトゲーム、はい、どんなところが勝敗のポイントになってきそうですか。なんか、まあ、噂では近藤三高は一つも二つも、有利、はい、という情報しかありませんね。はい、近藤三高はご指摘の通り、はい、いわゆる愛知県軟式野球連盟の A 級に所属しておりまして、うん、いわゆる草野球とくくっては失礼なぐらいのトップレベルということですね。うん、ですね、はいはい、一方の貝沼建設は自らも草野球チームですよと言っておりましたので、はいはい、まあ、実力は近藤三高の方が上と貝沼建設の山田監督は話していました。さあ試合が始まります。球審土井の右手が上がりました。ランナーいませんが、セットポジションから1球目ストライクです。近藤三高先発の紀藤ですが、球種はストレート、スライダー、カーブ、フォークを投げます。1番の新海が2球目打ちました。左中間真っ二つ破っていきました。一塁回って二塁に行く。ボールは今内野に帰ってきただけ。スタンディングダブルノーアウトランナー二塁。1番の新海、左中間突破、ツーベースヒット、ノーアウトランナー二塁です。中村さん、はい、今のバッティングいかがですか。いや、もう文句のつけようがありませんね。はい、あのコースに逆わらずね、はい、しかし飛びますね、軟式もね。そうなんですよね、はい、中村さんも中学までは軟、はい、式野球もちろん、はい、飛ばないイメージがやっぱありますよね。飛ばなかったですね、まあ、あのプロに入ってもお遊びではやったことあるんですけど。そうですか、はい、やっぱり我々が打つとボールが変形するじゃないですか、はい、今はボール、さらにバットもかなり進化しまして、なんか聞きました、はい、もうなんかバンテリンドームも掘り込むね、そうなんですよね、両翼 100m、センター 122m、うん、フェンスが 4.8 メートルあるバンテリンドームでも柵越えというのが近年は軟式野球の世界でもあります。貝沼建設の監督に、ぜひドラゴンズに入れてくださいと長打不足ですからね、はい、2球目後逸、ランナー3塁に進みました。貝沼建設1回の表ノーアウトランナー3塁です。ここは中村さん、内野の守備は1回の表ですがどうでしょうか。前に来てますかね、はい、そうですね、
貝沼建設がいきなり先制チャンスです。1番の新海が左中間突破のツーベースヒット、さらにはバッテリーエラーがありましてノーアウトランナー3塁です。ここで中村さん、いわゆる軟式野球の場合は叩きと言われるヒットエンドラン、うん、公式野球ではなかなか見られない。あ、聞いたことあります。そうなんですよね、うん、三塁ランナーがスタートして、うん、スクイーズではなくてヒットエンドランをするという、うんうん、いや聞いたことあります。はい、はい、僕も一度ね、鹿児島県の軟式チームにちょっと来てくれとお呼ばれして 2,3 回コーチとして行ったことあるんですけど。あ、そうですか、はい、3球目低めに外れました。2ワンとなっています。まあ、その時に2回目の時に今ドラゴンズヘッドコーチの、ダレラさんと、はいはい、一緒に鹿児島行って、はい、指導してもらいました。ピッチャーをヘッドコーチ今のということは落合英二さん。そうです、はい、そこ特に隠す必要はないと思うんですが、全然ないですね、はい、打ちました、ね、三塁ランナースタート、高いバウンド、セカンドゴロ、三塁ランナーホームイン、一塁送球アウト。鹿児島での懐かしい話をしている間にいわゆる叩き来ましたね。来ましたね。これ使えるんじゃないですかプロ野球でも。いや、かなりこれでも高度な、はい、ね、そうなんです。これは三塁ランナーが今スタート、いわゆるホームスチールをしました、はい、うん、ただバッターは打ちます、うん、高いバウンドを打ってそのバウンドが弾んでる間に三塁ランナーホームイン、うん、すごい。これいわゆる軟式ならではのザ叩きが来ましたね。いやでもレベル高いですよね。あ、そうですか、はい、レベルの高さは武さんどんなところに感じますか。いや、まあ怒られますけど、まあ所詮軟式野球かなという感じで今日は来ました、はい、いやレベル高いですね。そうですね、はい、きっちり監督の指示にナインが応えています、うん、打ちました。レフトへ伸びていきますがレフトシングルハンドキャッチ、ツーアウト、ランナーありません。触れてますね。そうですね、はい、今のもいいバッティングでした、はい、これやっぱりやる前にどうせ俺のとこ勝てないんだというプレッシャーのなさがこの振りを呼んでるんですかね。伸び伸び、逆に近藤三郷さんはねちょっと硬さが見られますよね。そうですね、はい、なんか打席は4番の加藤です、うん、雰囲気感じますか。感じますね。でも加藤さんですけど腹で腹でってこれどういうことなんですかね。がっしりとした体型で、はい、チームの寸評をいただいたんですが、カツ丼しか勝たんという謎の寸評、全く野球には関係ない。カツ丼好きなんですか ね。あ、加藤俊介さんは愛知県三好高校から日本福祉大学、そしてクラブチームヤバトンブースターズの選手だったということですね。ヤバトンさんも結構レベル高いですね。そうですね、はいはい、今年の全日本のクラブ選手権では準優勝、全国2位の実力がありますヤバトンブースターズから貝沼建設へいわゆる転職ということです。トレードじゃなくて転職って言うんですね。そうですね、貝沼建設の社員ですから。打ちました、いい当たり、センター。しかしながら伸びがありませんでした。スリーアウトチェンジになりました。しかしこの回2番の里村のセカンドゴロの間、いわゆる叩き、ノーアウト三塁からのヒットエンドランが決まりまして、貝沼建設1点を先制しています。中村さん、なぜ叩きって言うんですか。これエンドランでいいじゃないですか。そうですよね、はい、おそらく軟式野球ですと叩きつけるようなバッティングをあのエンドランでするから叩き叩きというのか。エンドランは英語ですよね。そうですね、あの、え、じゃあ日本語で言ったら叩きになるんですかね。いやいや、でもね、もうこの作戦とかでもう僕初めて見ましたけど、はい、もう技ですねこれ。あ、そうですか、はい、これプロ野球でもありなんじゃないかという指摘がありましたが、はいはい、なかなかするチームないんですけれども。ないですね。これありといえばありですか。でもまあ単純に結構高度な技なので、あ、まあ、もう普通にスクイズでいいんじゃないかな。あ、そうです、ね、とは思いますよね。なかなか今シーズンも得点力不足と言われているドラゴンズなんですが、うんうん、やはりそういった緻密な細かい野球も大事になってきますかね。いやもうそこがね、本当に、まあ、もう来年の話ですけどね、はい、かなりベンチの作戦っていうのがね、うん、いやいいボール投げますね。あ、今投球練習中の吉谷のまっすぐを今見ましたが、はい、ストレート、スライダー、シンカー、チェンジアップ、カーブなどを操るということですが、はい、
非常に両投手のレベルも高い。高いですね。コントロール良さそうですね。はい。ちょっとこれ手強いんじゃないですか。そうですね。はい、右のサイドハンド、うん、吉谷は日本福祉大学出身。チームの寸評によりますと、筋肉で投げています。鉄腕マッスル。いや、この解説も来年からなんかプロ野球に入れましょうよ。そういうなんか寸評もらっていいんじゃないですか。別に。そうですね、解説なら。そうですね。楽しいですよ。楽しいですよね。うん、細川誠也。そう。今白米が欲しい。そう。そういう寸評。いや、いいんじゃないですか。それで。はい。そうですね。でもこの時代もある程度ね、サービス精神でいかないといけないので。そうですよね。ただただ打った投げましただけではつまらない、うん、もうつまらないですよね、まあでもね、今はもう始まる前もね、はい、なんかチアガールというんですか、踊ったりなんかね。そうですね、うん、ゲームの途中でもね、はい、横浜スタジアムでね、なんかね、いろんなことリレー楽しいですよ ね、なぜドラゴンズはそういう発想が若さある、ね、これどうですか。これいや、もっともっとやっぱり球場演出は、うんうん、やった方がいいですよね。あれなぜやんないんですか。そうですね、うん、チアドラさん走ってるところを見てみたいですが、ね、1回の裏が始まりました。1番の加藤が左バッターボックスに入っています。1回の表、貝沼建設は1点を先制しています。打ちました。サードファールフライですが、ファールボールです。ボールも早いですね。早いですよね、やっぱりボールが変わったから、はい、距離も出るしスピードも出るようになったとは聞きましたね。そうですね、おっしゃる通り、はいはい、M 級前までは A 級、B 級、C 級などなどさまざまな軟式ボールがあったんですが、社会人は基本的に A 級を使っていたんですけども、うん、M に統一されましてちょっと硬くなった、うん、そして山も少し高くなりましてスピードも出るように、あるいはあまり弾まなくなったとい う、 あ、そうです、ね、はい、感覚を持っているプレイヤーも多いですね。変化球もね、そうですね、結構曲がりますよね、はい、公式に少し近づいてきたと言われています、うん、当てるだけのバッティングになりました。セカンドゴロ前に来ます。さばいてワンアウト。警戒ですね。そうですね、貝沼建設セカンドの吉田がゴロをさばきました、うん、ワンアウトランナーありません。言ってるね、なんか観客増えてきましたね。来ましたね、続々と。大池公園野球場一塁側内野スタンドにはどうでしょうか、10名ぐらい、もうちょっといるんですか。そうですね、20名近く、うん、いますね。近藤三高の応援団が、貝沼さんは一人貝沼さん現状一人ですね。そうですね、はい、いやー、いいボールだ。今のはまっすぐですよね。まっすぐですよね。どんどんまっすぐを投げ込んできます、うん、マウンド上吉谷、空振り。今のがカーブですか、カーブでしょうかね、はい、スライダーカーブ結構曲がりますね。そうですね、我々はバックネット裏に陣取っておりますので、その球種変化球の変化もよくわかります、はい、何キロ出てるかちょっと。そうですね、大池公園野球場にスピード感がございませんので。ございませんか、大体ないです、中村さん、うん、いや、一つこうキャッチャーも、ね、上手ですよね。あ、そうですか、キャッチングとか、ね、さすがもともとキャッチャーですから、うん、どんなところがキャッチング。でも構えからねキャッチングもうまいですよね、はい、うん、ちょっとこれドラフト候補じゃないですか。お、貝沼建設のキャッチャー、竹馬、はい、ちょっと体は小さいですけどね、はい、なかなか中村さんの目に止まりましたね、ここはフォアボールです。ワンアウトランナー一塁、2番の余郷が一塁に歩きました。貝沼建設のキャッチャーは里村です。里村、明徳義塾から日本福祉大学。あ、それはレベル高いですよね。どうですか、はい、ね、明徳でやってますから。中村さん、やっぱプロが見るともちろん明徳の野球部ですよね。そこまで書いて
書いてないですか。あの野球部だと思います。この身のこなし相撲部ではないです。明徳相撲部もね有名ですし、横峯さくらさんは明徳義塾のゴルフ部ですが、うん、里村選手は野球部です。うん、よかったです、はいはい、一般生徒だったらねちょっと空振り。本当にこれ、まあ、もちろん冗談では言ってないんですけど、はい、キャッチングはあの巨人の大城選手よりうまいです、ね、あ、おそうですか、はい、そのキャッチャーの身のこなしがやっぱりいいわけですね。いいですね、取るポイントがいいですよ、はあ、これピッチャー、ね、一塁牽制球、はい、取るポイントと言いますと、やっぱりこう取りに行くとダメなのでボールを引きつける、それによって、スローイングの動作も一連の動作になるっていう。はあ、うん、ランナースタート、二塁に送球するボールが少し取れました、盗塁成功、センターにボールが転がってる間にランナーは一気に三塁へ、盗塁とキャッチャーの悪送球がつきました、ワンアウトランナー三塁です。中村さん、今のプレーはちょっと投げた後にすぐ肩を後ろ向きに回したので肩が痛いのかな。そうですか、ひょっとしたらちょっとその肩に違和感、うん、送球の動作まではすごくスムーズ良かったですね、はい、ベースカバーに入ったショートが少し逆を突かれたような格好になりました、ね、うん、さあここは内野の守備位置ですが、中村さんどうでしょうか。1点はいいよという感じですね。そうですね、こういう時はあのなんで かつけでしたっけ何でしたっけ。カツオじゃないです、はい、叩きです。あ、叩き、わざわざ間違えましたね、はい、たいえ叩きはないんですかね、この守備体系はあるんじゃないですか、この守備体系ある。あ、でもどうでしょうかね、セカンドが後ろ、ショートも後ろですから、うん、いわゆるゴロゴー、ゴロゴーですよね、ですね、うん、ワンアウト三塁、同点に追いつくチャンスの近藤三高、打席は3番のウエンドです。え、ということは軟式でバントっていうのは難しいですか。あ、そうかもしれません、あの実際あります、うん、ありますが、あまり見ない作戦かもしれません ね、 ね、ショート、セカンドは後ろです、打ちました、そのセカンドへ、三塁ランナースタートよくホームに帰ってくる、一塁間一髪ですが一塁はアウト、セカンドゴロの間に三塁ランナーホームインで同点、セカンドゴロで両チーム三塁ランナーを迎え入れるという攻防になりました、うん、1対1の同点です。中村さん、うん、いかがですか。いや、もう今狙ってセカンドゴロ打ってますよね。あ、そうですか、結構レベル高いですよ、はい、たまたまセカンドゴロではない、うん、やっぱりこう守備体験みたいね、セカンドも肩回してますね、肩痛いんですかね。貝沼建設の選手は仕事が忙しいのかもしれませんね。4番の神谷が左バッターボックスです。2アウトでランナーがなくなりました。あ、どうの、当たったように見えましたけどね。あ、今のは当たっていない、どうやら体ではないんでしょうか。足、後ろ足に当たったように見えた。あ、見えましたか、うん、今日の球審は土井です。でも打ちたいんでしょうね。そうですね、はい、打ちました、一塁間破っていきました。若さん、こういうことですよ、デッドボールかもしれないがそれはもういらないと。いや、多分 80% デッドボールだと思いましたけどね。当たってましたか、うん、いや、いいスイングでしたね。いや、いいスイング、構えもいいしね、はい、自信あるんですよ。そうですね、うん、ここまた走ってくるでしょうね、近藤さん。なんか一塁ベースでなんかやってますね。あ、そうですね、リッキーヘンダーソンですか。あ、往年の福本豊さんですか。足のスペシャリスト、リッキー・ヘンダーソン、はい、ベース持ち上げるんじゃないですか。記録的、豊さん記録なヒットだとか通算100安打とか、ちょっとベーストラブってますね。そうですね、ちょっとこの辺りは大池公園野球場、うん、地方球場ならではのトラブルがあるのかも。いや、いいですね。そうですね、はい、バンテリンドーム名古屋では見られませんからね。ちょっと限られた時間の中でね、これ解説しろっていうの難しいですよね。あ、どうやら大丈夫ですね。慣れてますね。しょっちゅうあるんでしょうかね、こういうことは。一塁ランナーライト前ヒットの神谷、あるいはここはスチールがあるかどうか、うん、打席には日比野が入っています、うん、日比野は今年のルーキー右の大砲、名古屋学院大学の出身です。またレベル高いんじゃないですか。そうですね、うん、打ちました、詰まった当たりはピッチャーゴロ、不規則、あ、ファールボール。どうなんすかね、足に当たってる。よく軟式では
見る打球ではありました。ちょっと不規則な回転で、いやでもちょっと怪しかったですよね。怪しいというのは当たっていない疑惑、疑惑ですよね。どうなんですかね、もう少し痛がるとかそういうことした方がいいです。痛くないですかね、軟式。軟式やっぱり痛くないですね、はい、なんとなく雰囲気でファールという感じになりましたね。ちょっと 2,3 歩走りましたけどね、はい、いや構え力強いですね。打ちました、高いバンド、サードゴロ、フェアかファールか、フェアだ、一塁送球アウト、スリーアウトになりました。日比野はサードゴロ、吉田に抑えています。しかしこの回3番のウエンドのセカンドゴロの間に三塁ランナーホームインで1対1の同点に追いついています。大池公園野球場第1回 CBC ラジオドラドマキングカップ争奪戦は1対1の同点です。中村さん、非常に白熱した1回の攻防でした。いや本当にね、レベル高いですよね。はい、なんか軟式って聞くとね、うん、ちょっとレベル低いのかなという感じしますけど、もう十分に高いですね。本当に野球ですね。そうですよね、はい、まあ野球の原点ですからね。あ、みんなここからスタートですよね。プロ野球選手もね、はい、楽しくやる、なおかつ厳しくやるっていう、ね、今ちょっとプロ野球界楽しさがちょっとねだんだんなくなってるので、うん、まあ、ぜひ機会があったらドラゴンズの選手もこういう野球をねオフ見に来たらどうですかね、観戦しに。あ、はい、野球の原点に触れるという、はい、何か掴む、うん、必須のものがあるかもわかりませんよ。このイニングインターバルの間はドラゴンズ再建巻き返しの話もしなきゃいけませんね。そうですよね、本当に、うん、立浪ドラゴンズ3年目はスタートするということがもうすでに報じられました、はいはい、何から手をつけますか。まあまあ、来年もやるよと決まったのはいいことですよね。そうですね、はい、もう何から手をつけていいのかは今現状私も分かりませんそれぐらい、はい、問題は山積みだと。いや、数字的なものを何もうそんなに悪くないじゃないですか、うん、ただ勝ち負けがね、はい、悪いじゃないですか。もう 逆に言えばこう反対の数字でも良かったのかな。お、うん、何がどうなってるかはね、はい、現場にいる人しか分かんないでしょうね。そうですよね、うん、2回が始まっています。貝沼建設は5番の渡辺からというオーダーです。近藤三高紀藤の2イニング目です。打ちました、打ち上げました、セカンド後方です。セカンドフライでワンアウト。守備がなんとなくうまいですね。そうですね、両チームね、みんな、はい、ここまでエラーというのは先ほど貝沼建設のキャッチャー里村の盗塁を刺そうとした二塁送球が乱れたというだけで、うん、内外野に、ね、エラーないですね。ないですね、6番の下川が左バッターボックスに入りました。中村さん、この紀藤というピッチャーの印象はどうですか。コントロールはいいですよね、はいはい、なんか誰かに似てるの思い出せないけど、なんとなく雰囲気が、投げ方ですか、はい、右のややサイドハンド3クォーター気味に投げてきます。ちょっとテイクバックが小さいんでしょうか ね、でもちょっと初回に比べるともうバテたんですかね。ちょっとスピードがなくなったような。あ、そうですか、はい、際どいところ、まだ20球ぐらいしか投げてない、ね、そうですね、そうですね、1回ピンチがいきなりありましたので少しバタバタしましたが1点に抑えています。近藤三高対貝沼建設の一戦です。1対1の同点。中村さん、少しこの回ちょっとその制球力がですよね、ちょっとバテたんですかね。ちょっと抑えが効かないですよね、はい、ボールに。高め、ボール、フォアボール、ワンアウトランナー一塁です。ちょっと若干帽子も斜め気味にかぶってますよね細かい指摘をありがとうございます、はいはい、多分誰か意識してるんですよね。あ、そうですか、だと思いますよ。投げ方、さらにはその帽子のかぶり方、はい、うんうん、中村さんは現役時代といいますか、うん、その憧れたキャッチャーっていうのは日本球界にいたんですか。
憧れた人はいなかったです。目標にする人はね、さすがにプロ野球に入って、まあ、各球団いろんなキャッチャー見ますけど、ああいうキャッチャーになりたいなと思ったのは伊藤勉さんですよね。うん、伊藤さんだったんですね、うんうん、なぜ伊藤勉さんだったんですか。日本シリーズを戦った時に、はい、まあ、星野仙一様に、様なんですね、様に、キャッチャーで負けたって言われました、はい、うん、強烈な一言ですね。強烈な、まあまあ一言だったですね。でその、まあ、新幹線で帰るわけじゃないですか、はい、なぜか僕だけ東京にこうステイさせられて、ほう、あの、まあ、俗に整体ですかね、体をそこにお前行けって言われまして、はい、ほうほうほう、いや僕どこも悪くないんですけどという、まあ、でもそこに1週間泊まれと、ほう、はい、ものすごい整体で、一塁ランナースタートを打ちました、はい、ヒットエンドラン、ショートゴロ、ヒットランですね、一塁送球、うん、ああさすがうまい、ショート加藤、難しいバウンドだったんですがヒットエンドラン、二塁は無理、一塁送球でアウトになりました。ツーアウトランナー二塁となっています。今のはショートうまかったですね。うまかったですね、慌てなかったですね、はい、はい。この間にファーストランナーは二塁用途仕入れています。そして整体1週間整体ってね、まあ後々聞いたら、まあ、そこ結構厳しい整体なんですよ。お、はい、まあここ、まあ、体の前に心を鍛えてもらい、心を直してもらいという、そういうなのが目的だったとは聞きましたね。何をしたんですか。いや別に何もしないですけど、もうすごいんですよ治療が。痛い痛い、もう縛られるし、ろうそくで火つけられるし。あ、そっち系。そっち系なんですよ。それ整体。整体なんですよ、ちゃんとした整体なんですよ、有名な。でもね、プロレスラーとかお相撲さんとか、はい、あと女性で言うとバレリーナとか、要するに体をやら柔らかくする整体。はあ、そのためにあのロウソクとかロープを使うわけですよ。そういう趣味の方が集まるところではないわけですよね。打ちました。そんな SM のような話をしている間に右中間破っていきました。二塁ランナーが三塁を回って悠々ホームイン。打ったバッターは二塁へ。タイムリーツーベース2対1。貝沼建設2回の表勝ち越しです。いや中村さん、ありますね、今のバッティングいかがですか。いや高めのね、まあ、甘いボールですけど、いやあのコースに逆らわず打ってますよね。そうですね、ここで長打が出ました貝沼建設2対1。なおもランナー2塁2アウト、ラストバッター9番の DH 伊佐治が入りました。いや8番バッターがね、ああいうバッティングするとこれ恐ろしい打線ですよね。そうですね、宇佐美が8番ですから、うん、右中間へものすごい当たりを打ちました。ちょっとピッチャーバテてますね。あ、そうですか、はい、ちょっと宇佐美なりにね、ちょっと、もうちょっと力づくになってますよね。すでに近藤さん子は2番手のピッチャー作ってますね、はい、作ってますね。紀藤が苦しくなってきました。2イニング連続の失点です。打ちました、打ち取りました、ファーストです。ファーストフライで3アウトになりました。二塁ランナー残塁、しかしこの回宇佐美のタイムリーツーベースが飛び出しています。2対1、貝沼建設1点のリードに変わりました。いやー中村さん、いやいや本当にね、塁に進めるし、ね、コース下がる打つし、なんか本当にきちっとした野球ですね。やってますね。とにかくアウトになっても有効なアウトといいますか、いわゆる普通の凡打がなくて、ない、そして得点圏でしっかり打つ、打つ、もう理想的ですよね、ドラゴンズに見せたいような。いやいや本当にこれオフ選手来てね、この大池球場に集まってね見ればね、そうですね、一番見た方がいいのは立浪監督と中村さんが先ほどおっしゃっておりました。言ってないよ、ね、まあ、もう来年も呼ばれないので、まあ、少々ね、あの行ってもね。中村さん、来年入閣ないですか。ないです。だからもう今日を機にもうちょっとドラゴンズの、まあ、批判ではないですけど
今までちょっとこうワンチャンス、ちょっとワンチャン狙ってて甘め、狙ってて甘めだったんですよ。ちょっと擁護派だった。そうそう、もうここはあんまりね、このご時世いろんなとこバーっとこう出るので、すぐ出ます。うん、はい、まあでももう、もう多分じゃないので、これはちょっと今日からね、厳しめ、来年にかけて厳しめな、ちょっともう人間性もうぼちぼちねやってもいいんじゃないかなと。切り替えが早い、はいはい、井上和樹さん2軍監督、うん、片岡敦さん、うん、1軍ヘッドというのはありなんですか。あり、うん、と言いますか、これはあり得る。あ、もう全然あり得るんじゃないですか。これはもう真実と見ていいですか。いや、僕はそう思いますけど、お、うん、まあ、これでちょっと現ヘッドコーチはね、そのピッチャーの集中できて、あ、そうですね、うん、あ、2回の裏が始まります。ドラゴンズの来シーズンも気になるところではありますが、うん、第1回 CBC ラジオドラダマキング杯争奪戦の模様をお送りしています。近藤三高対貝沼建設は2対1、貝沼建設が2回の表宇佐美のタイムリーツーベースで1点を勝ち越しました。1点をリードされた近藤三高は6番のファースト平田からというオーダーです。バッテリーいいですよね。あ、そうですね、はい、これひょっとして近藤三高にスカウトされる可能性あります、ね、あ、そういうこともありますか、はいはい、近藤三高は今年まで5年連続で1月に行われている中スポ杯、うん、これがいわゆる愛知実況と言われまして、うん、愛知の企業チーム、軟式チームのいわばベスト10が集まっての総当たり戦に出ていたということで、うん、近藤三高も本当にトップレベルですから、うん、スイングアウトの三振、本当にレンタル移籍とかね、あ、これだけ見せつけられるともう、どうなんですかね、ありなんですかね。そうですよね。ただこれはプロ野球選手ではありませんので、吉谷はそのまま近藤三高の社員に一度なる必要がありますから土地活用の貝沼建設から何でも貸しますまで、ああですよね、仕事が変わるわけですね。変わりますね、いや、なかなかね、テンポもいいし、はい、コントロールもいいし、バッテリーはいいですよね。あ、これ里村、吉谷は日本福祉大学で、はい、里村現在24歳、吉谷23歳ですから、はいはい、これ日福でバッテリー組んでたんでしょうね。あ、だから息が合ってるんですよね、はい、打ちました、打ち上げました、セカンド後方です。少し風がありますが、両手でがっちり掴みました。2アウト。これもしかしてお相撲でいうと大金星とかになる、あ、そのレベルでしょ。そうですね。ただ貝沼建設もですね、うん、実は今年のいわゆる草野球チームの日本一を決める大会がいろいろあるんですが、はい、第45回サンスポ杯、うん、これ22年、去年の大会ですけども、うんうん、全国優勝、そういうことですね。そうなんですよ。したがって貝沼建設も、うん、山田監督が謙遜の意味も込めて、うん、うちは負けますよと話していましたが、うん、非常にこう実力のあるチームなんですよね。いや、そうですよね、ピッチャーかキャッチャーか、ピッチャーだ。面白いところ、一塁送球、ボールがそれた。記録は今のはどうでしょう、ピッチャーの悪送球、際どいところではありましたが、ピッチャーの悪送球、エラーとなりました。ツーアウトランナー一塁です。中村さん、今のプレーはどうだったでしょう。もうプレーちょっと慌てましたけど、うん、やっぱ軟式ならではの打球ですよね。そうですね、はい、まあ、どっちかというとキャッチャーが取った方が良かったんじゃないかなと、うん、あ、送球のことを考えるとね。そうですね、はい、ピッチャーが少し焦ったのか、一塁にワンバウンド送球、うん、キャッチャーは何やってたんですかね。あ、里村に初めてのダメ出しですね、うん、はい、空振り。打席にはラストバッターキャッチャーの近藤三高の筑波です。2アウトランナー一塁です。1点を追いかける近藤三高は2回の裏、長いセットから、このセットポジションのタイミングも少し変えてきてるんでしょうかね。変えてますよね、うん、考えてますよね、はい、いいボールだ。アウトロード、まっすぐ、素晴らしいボールが決まりました。貝沼建設のピッチングコーチは鹿島忠さんがいらっしゃいますので、
中村さんの大先輩。いや本格的ですね。そうですね、はい、プロ野球選手が指揮を取ってますからね、ヘッドコーチですよね。はい、バット出かかりましたが判定ボール、低めにボールが集まっています。しかし鹿島コーチももう年取られてユニフォームがだんだん似合わなくなってきますね。鹿島さん、ダンディー鹿島、はいはい、正さんですが、ね、61歳、一緒にやってくるスラッとしてね、かっこよかったですよね。何着てもかっこよかったですけど、ちょっと今だらしなくなってますね、はい、あ、私服もかっこよかったですか。いや、かっこよかったですよ。お、はい、スラッとしてね、ちょっと見なきゃよかったかなというそうですか、なんか来なきゃよかったかなという、なんかちょっと後悔はありますけど。あら、そうですか、まあ、でも会えて嬉しかったですね、はい、ここは見逃し三振で3アウトになりました、うん、最後はストレートズバッと決まりました。吉谷の好投光ります。近藤三高は2アウトからエラーで出塁しましたが、結局この回は0点に終わっています。2回を終了しました。近藤三高対貝沼建設の一戦は2対1、貝沼建設1点のリードです。中村さん、清原和博さんの入閣というのも一部報じられていて、うんね、加藤球団代表は否定したという話がありましたが、うん、このあたりはどうなんでしょうか。どうなんですかね、うん、これもし来たら加藤球団代表は嘘つきになるんですかね今現時点で決まってないということですか。そうなんです。はい、そういうふうに取ればいいんですよね。そうですね、コメントも確かそんな風で、現時点では否定ということでした、うんうん、はい、この現時点がまた気になりますね。ちょっと気になりますね、はい。まあ、でもそういうなんかことを聞かれるってことはないことはないんですかね。いわゆる火のないところに煙は立たない的 な、うんうん、立たない。まあ、ちなみに僕の噂は何も立たないということは何も出てないということなんですよね、うん、入りたかったですか、うん、自分の思いだけで。いやいや、もう入り、もちろん入りたかった、まあ、入りたいというかユニフォームを着たいという思いは、ドラゴンズのユニフォームは着たいですよね、やっぱりね。もう最後でいいので期待ですよね。あ、そうですか、うん、あ、キャッチャーも木下拓也、うん、そして宇佐美慎吾、うん、まあ、石橋光太、うん、まあ、いろんなキャッチャーがいるんですが、うん、中村さんどうでしょう、来季正捕手というのは固定するべきなのか、あるいは併用するべきなのか。いや、ここはね、固定、一応木下で固定した方がいいと思う。なぜでしょうか。まあ、やっぱり宇佐美捕手がね、どうのこうのっていうことはないですよ、うん、でもやっぱ木下さんはちょっと守備的にね、はい、うん、僕はいいんじゃないかな。やはりキャッチャーは守りというのが大事なわけですね、うん、やっぱり勝つ、打つじゃなく勝つために。あ、はい、はいはい、3回の表が始まっています。この回はトップの新海からというオーダーです。まあ、でもチーム的にはね、そういう、まあ、どっちが、ね、まあ、出るか分かんない、まあ、ちょっとキャッチャーのレベルが上がってきたということはね。そうですよね、嬉しいことですよね。プラスダイロですよね、うん、新海は先ほど左中間にツーベースを放っています。この回の先頭バッター、インサイド打ちました、うん、ファールボールです。いやいや、触れてますよね。触れてますね、うん、縦に大きく曲がってきましたが、うん、判定ボール。球審土井の右手は上がりませんでした、うん、今のは高さコースどうなんでしょう。いや、バッターもストライクだと思って帰ろうとしましたよね今あ、そうでしたか。ピッチャーもキャッチャーもストライクと思って、まあアンパイアはね、ええ、だけどボールという判定でね、はい、多分この中で一人だけボール判定したと思いますね、はい、少し高めに浮きました、うん、あ、フォアボールです。ちょっとパニクってますね、三振だと思って。そうですね、バッターもちょっと動揺したんでしょうか、うん、動揺しましたね、はいはい、先頭バッターフォアボールでノーアウトランナー一塁です。そうですね、中村さん、軟式野球にあまりバントがないんじゃないかというご指摘がありました、うん、ここ一つ注目ですね、うん、2対1、1点リードの貝沼建設の3回の表です。今日は7イニング制で行われます。ただやっぱヒットエンドラン系がやっぱ多いんですよね。そうですね、やっぱりね、作戦とすれば、はい、1塁ランナースタート、投球はボール、2塁に送球する、タッチはセーフ、
盗塁してきました。ノーアウトランナー二塁です。いいボール投げましたけどね。そうですね、キャッチャー筑波のスローイングも良かったですね。良かったですね。スタートはいかがでしたか。スタートもまあまあ良かったですけど、足は速いですねみんなね。そうですね、受けるキャッチャー筑波は近畿大学の出身、レベル高いですね。近畿大学25歳ですから、ひょっとしたら佐藤輝明と同じユニフォームを着てプレーしていた可能性があります。新海は滋賀館大学。近本選手はないです、はい、あ、近本はもう少し、あ、でも近本もそうですね、それぐらいの年代ですね。1年4年ぐらいじゃない、はい、で近畿大学野球をやってたそこが大事なところで、はい、そうですね、応援団とかね、そうですね、マグロの養殖してる可能性もありますからね近畿大学。お待ちきました。おっと出ましたね、二塁ランナースタート。そしてバッター打っていって、これがいわゆるエンドラン。いや、これなぜか叩きという用語はランナー三塁の時しか使わないんですよね。あ、これは今のエンドランということで。いや、初めて見ました、はい、ランナー二塁ノーアウト、素晴らしいですね。まあ、今の結果論ですけど、振らなくても多分盗塁はセーフだったですね。あ、それだけスタートが良かった。スタート良かったですね、はい、来ましたよ、これまた。あ、来ますか。ワンアウトランナー三塁、いわゆる条件揃いましたね。条件揃いました、叩きの条件揃いました。さあ、内野の守備隊形ですが、中村さん、はい、前進ですね。前に来ましたか、はい、ここは注目です。もう行ってもやらないぞという。初球変化球から入ってきました、ストライクワン。これ何球目のどのカウントで。あ、でも叩きはファウルでもそうですね、スクイズはダメですよね、はい、はい、追い込まれて叩きという可能性もあります、うん、あ、さあ三塁ランナーバッターともに注目。投球2球目、足を大きく上げます、スタートの構え。これはピッチャーもそうなんですね、クイックというよりも右ピッチャーの場合足上げるのもありです ね揺さぶりかけてますね、はい、三塁ランナースタートの構えを見せます。投球はワンエンドワン、次が3球目、スタートしてきました。叩きつけるバッティングはショートゴロ、すごい。一塁送球です、一塁アウト、三塁ランナーホームイン、叩き成功3対1。貝沼建設3回の表追加点を挙げました。いや、よく当てましたよね、足元ですよ。今の見送ればボール球、全然ボールですよ、はい。いやー、もうやりたい方だ、もう連発ですね、叩きの。そうですね、やっぱりこの軟式野球というのはいかに三塁というチャンスを作るかなんでしょうね、うん、これでも本当ひょっとして、ねええ、これで雨とか降ってきたり。そうです ねちょっと今風も冷たくなってきました、ね、ザーッと来そうな。打ちました、顔当たりました。今顔に当たりましたか、はい、自打球が顔に当たるのも軟式では、はい、ちょくちょく見ます。あ、ちょっと笑って痛いけど、これは、ね、大丈夫そうです ねもうしょっちゅうあるんですか、ね、ありますね、慣れてますね、はい、公式ではもうめったにないんですが、軟式では少し変形したボールが顔に当たるということもあります。すごかったですよ今の。食い込んでくるボール、カットバッティングです。いや、それにしても貝沼建設の攻撃が非常にここまでスムーズ、ね、スムーズ、無駄がないですよね。そうですよね、うん、ベンチのやりたいことはね、はい、鹿島さんがサイン出してるんですか、監督が出してるんですか、ね、どっちなんでしょう、山田監督なのか鹿島コーチなのか、はいはい、さすが去年の第45回サンスポ杯全国優勝の貝沼建設、うん、月2回の練習、シーズン中5月から11月が基本的にはシーズン中で、いろいろな全国大会に通じる予選会から出場しているということなんですが、やはり週に1回のペースで実戦があるということですね。すごいですね、今、はい、貝沼建設差し入れが届いたみたいですね。あ、そうですか、はい、あ、今貝沼建設サイドにも観客が来ました ね、はい、ね、なんか持ってますよね。あ、そうですね、差し入れですね、両手にビニール袋。あ、差し入れ入りましたね、はい、これ大きいですね。白米ですかね。今ゲーム中に食べるんですかね。あ、ゲーム中、あ、はい、試合前はダメみたいですか、貝沼さん大丈夫ですか。でも米は一応愛知県はダメになってるんじゃないですか。愛知県ダメに野球する時の米は。もう立浪和義監督がダメって言ったら、うん、愛知県の野球関係者はもうダメですよ。もうダメだと、うん、はい、
多分バナナ バナナですかバナナですかね、はい、なんか選んでますね。あ、野球見てないですね。あ、全然見てない。チームメイトは今フォアボールを選んでいるのにかかわらず2アウトランナー1塁です。なんかさ、なんか、あ、飲み物ですね。あ、飲み物でしたか。あ、キャッチャーが後ろに弾きましたが1塁ランナーそのままです。まさかお酒ではないですよね。試合中に一杯、ね、あ、なんか飲み物っぽいです ねでもなんか笑顔ですね。そうですね。さすがに中村さん、はい、試合前試合中にアルコールを摂取することっていうのは、はい、現役中なかったですか。いや、僕1回だけあったんです、5回のグランド整備の時に。本当に1回だけですよ。名古屋球場。名古屋球場。ビール。ビール。あら、スーパードライです。あら、どうでした。ロング缶です。うわ、じゃあ500。500、まあ、そう、500は飲んでないんですけど、夏暑い時、はい、こう着替えに行って、はい、冷蔵庫開けたらビールしかなかったんです。あ、そのスポーツドリンクとか水はなく、はいはい、もう喉渇いてて、まあ、いいやと思って、はい、ガクガクガクって言ったらふわっとして、はい、そこに倒れました。当時バッテリーコーチにロッカーに、はい、何やってんだお前って言って、あのすきっぱらみたいな感じですね。ですよね。それがあのパウエルのビールなんです。パウエルってあの試合終わると必ず試合終わるとですよ、そのビール。一塁ランナースタート、打ちました、エンドラン、二遊間突破、センター前ヒット、一塁ランナースタートを切っていて一気に三塁へ、鮮やか。これはランエンドヒットでしょうか。いや、足使いますね。素晴らしい攻撃を見せました貝沼建設。でもバッティングもいいですよね。叩きつけてセンター返し、ツーアウトからチャンス拡大、うん、ランナー一塁三塁です。おせおせムードの貝沼建設、攻撃の手を緩めません。パウエルはビールを試合後ね飲む。必ず試合終わってプシュッ、プシュッとやるんですね、飲むのが、日課だった。はいはい。でも冷蔵庫にそのパウエルのビールがザーッと入ってるわけですよ。はいはい。いいやと思ってるんで、タオルもう ぶったるとふわっとなって、はらー、いや、もう大変なことだったんですよ。へえ。めまいがして。第一球キャッチャーボール前に弾いている一塁ランナーはそのままです。試合に出たんですか、その後。出ましたよ、その後。ちょっとして回復して。へえ。いや、でももう二度とそういうことはやめようと思ったんですよ。ただ飲み物が欲しかったってことですもんね。そうなんです、喉乾いてたんですよ、はあ、何もビール以外何もなかったんですよ。へえ。まあまあ普段ビールね飲んでるの、まあ、大丈夫だろうなという感じで飲んだんですけど、やっぱり試合中に摂取すると大変ですね。大変ですよ、あれはもうね。本当に良い子はね真似しちゃダメです。誰も真似しません。でも当時、ね、良い子はダメです、うん、20歳未満は。あ、当時そのねロッカーにビールが入ってる自体おかしいでしょ、なんか。あ、そうですよ ね低めボール際どいところ。あ、でも聞きましたよ昔、まあ、僕らよりもっともっと昔の人たちは、まあ、ちょっと持っていってると思いますけど、まあ、酒飲みながらやってたって。へえ。何でもありだったんですよね、とりあえず。あ、そうですか、うん、でそれで力発揮できれば飲んでも、まあ、結果が全てですもんね。飲んじゃダメだっていうルールないですよね。ないはずです、ね、そうです、そうです、うん。まあね、漫画でも結構ね、はい、アブさんとかね、はい、お酒飲んでフラフラ力が抜けて、2アウトランナー1塁3塁、貝沼建設なおチャンス、高め外れました。ここまでは完全に貝沼建設ペースと言っていいでしょうね。もうペース一方的ですよね。あ、そうですね。得点は3対1になっています。踏ん張りたい近藤三高。打ちました。ファースト線をファースト掴んだ。ファール。際どいところでした。球審の土井は両手を横に広げました。ファールのジェスチャー。今のは入ってればもちろんスリーアウトというところだったんですが、うん、このあたり、ね、一塁者でも、ええ、ああファールだって今言ってますね。あ、そうですね。見てましたね、審判。打球は早かったですよね。はい、早かったですね、うん。ここは今日のゲームの大きな山場。ここで1点が入るとグッド貝沼建設ペース。高めに外れます。フォアボール、うん、2アウトランナー満塁となりました。打席には7番の吉田が入ります。
貝沼建設7番セカンドの吉田が、いやここで追加点になるとちょっと貝沼建設のピッチャーの出来からしてちょっとこれ、もしかしてもしかしてがね現実になるかもわかんない。そうですね、吉田は同胞大学、福井県三国ボーイズから境高校、そして同胞大学の出身です。まず1球目入りました。中村さん、はい、ここは踏ん張りどころ、バッテリーサイドまず1球ストライク取りました、ここのどういうバッティングするんですかね。そうですね、2アウトでランナー満塁です、内外野ほぼ定位置。2球目、今のは何でしょうか。何なんですかね。スライダー、カーブ、フォークという球種ですが、スライダーっぽかったですね。スライダーですか、はい。バンエンドワン、1球目がストレートでストライク、2球目スライダーボール、外から曲げてきました。今のはコーナーいっぱいですかね。まあ、外から出る、外からになっちゃったんですよね、多分ね。今のはキャッチャー構えていたところは違いましたか、はいはい、少し逆球ではありましたが、バックドアというような形で追い込みました、打ちました。高いバウンドはピッチャー抜ける、ショートだ、ショートが前に来る、一塁送球、ジャンピングスロー、一塁アウト。いやビッグプレーですよね。近藤参考ショートの加藤のナイスプレー、三者残塁。うまいですよね。そうですね、近藤参考のショート加藤、今日再三いい守備を見せますが、東海学園大学出身です、どうなんですかレベル的に。東海学園大学は、そうですね、今愛知東海リーグでは一部にいますので、中日ドラゴンズの田島、彼の母校ですから。そして加藤は近藤三高のキャプテン、両打席から手話な打撃をするショートとしても守りの堅い主力選手という特徴、チームの寸評がありました。ここは勝ち丼だと、そういうことは近藤三高さんはないわけですね。近藤三高さんの寸評はきっちりされてますね。貝沼建設さんがきっちりされてないわけではなく、貝沼建設さんはウィットに富んだ面白寸評が多いです。それにしても貝沼建設ここまで毎回得点の3対1リードを2点に広げています。まあ、今年は令和の米騒動がドラゴンズ話題をさらってるんですが、試合前中村さんはどんな食事をされていたんでしょうか。時代によって違いますね。時代、はい、入団して、まあ、初めて一軍に上がった時ぐらいは意外とラーメンとかチャーハンとか何でもありだったっす、ね。おー、はいはい、星野監督、はいはい、あんなに食ってもそうね、はい、やっぱりなんかきっかけで急にもう ピーナッツとバナナになったりね。もう米ピーナッツとバナナ、米禁止だとかね。あ、米禁止あったんですか。あったんですよ。米禁止、それはいつ頃の時代ですか。星野監督ですか、うん、あら、打ちました、初球打ちファールボールです。それもうキャンプの時から米禁止の、結構きつかったです。理由は何ですか。何なんですかね、体にいいものをどうのこうの、誰かから情報をもらったんでしょうね。なるほど、ね、我々の時は食事時間がなかったんですよ。ほう、もうなんか合間にもう食え、はいはい、口に入れろって感じで、はい、今みたいに1時間食事の時間だ、そういうのはなかったです。いわゆる捕食って今よく高校球児などでも練習の合間合間におにぎり食べたり、それこそバナナ食べたりありますが、ただね、キャンプで普通に米、まあ、麺類はあったんですけど、米ないとちょっときついので、あ、ここがやっぱり今中真司ですよね。球場出て左に行くととんかつ太郎があるんです。そこでいつも何時に出前持ってこいと、ね、ちょっと隠れてね、まあ、堂々と食うわけにはいかないのでちょっと隠れて。今も昔も同じなんですね。今も大島選手が頼んだと言われるうな重を隠れて食べたみたいな情報が出てましたが、当時は今中慎二さんが
そのとんかつ太郎から出前を頼んで隠れて食べていた。そう、隠れて食べてましたよ。あのグランドキーパーね、まあアルバイトさんですね。はい。頼んでちょ、まあお金をず、まあ、買ってきてくれる。はい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 。まあメニュー的にはとんかつ太郎でしょ。はい。モスバーガー。あ、モスバーガー。はい、あとマクドナルド。はい。まあ、それをねローテーションでね食べて。結局体のことを思っていろいろ星野監督があれダメこれダメってやってたけれども、選手は結局食べたいものを食べていた、うん、でもまあ条件的にはバレちゃいけないよ、ね、ですよね、はい、そこが可愛いじゃないですか。堂々とそこが我々に可愛らしさがある。まあ、うまくやれよ的な。そうそうそう、打たれて自分が原因で負けてもホテルの正面から出たらダメじゃないですか、はいはいはい、裏口から出るのが最低まあ本当出ちゃいけないですよ。サードファールフライワンアウト、うん、最低限の、まあ、そういう可愛らしさはあったんですよ、うん、そういうことなんですね。人間っぽさがあったということですね、うん、ただやっぱり隠れてやるってことは悪いことしてるなってことはまあ、まあ、当事者は分かってるわけですね。そうですね、はい、そうですね、はい。3回の裏が始まっています。近藤三高、先頭の加藤はサードへのファールフライに倒れました。ワンアウトランナーありません。2番の4号が左バッターボックスです。この4号がフォアボールで出て盗塁、キャッチャーの悪送球を誘ってワンアウト三塁というチャンスから1回の裏は同点に追いつきました。近藤三高2点を追いかけます。神宮球場はそうなんです、木下が2回ツーランホームラン、先生、あ、そうです、あ、そうですね、2回に、はい、途中経過ピーロン、はい、CBC、はい、ナイター速報です。神宮球場の、はい、ヤクルト中日は3回の2回の表に木下拓哉5号ツーランホームランで、ね、2点を先制、はい、ここで打ちました、打ち上げました、左中間レフトかセンターかレフトを使いました、アウト、2アウトです。ここでよしと思ったら3回裏にすぐ山田哲人に第13号ですか18号ですか、はい、スリーランホームランで、はい、ツーランホームランで同点されて、なぜかツーランホームランのように3点入ってるということは、はい、そこからまあまた取られた、つながったんでしょうね、はい、結果3対2で今神宮球場はヤクルト1点リード、はいはい、あらまあ、うん、まあ今日も激しい試合になるでしょうね。そうですね、うん、大池公園野球場は3回の裏近藤三高の攻撃、2アウトランナーありません。吉谷の3イニング目、ここまで吉谷の状態というのは中村さんどう見ますか。いや、もう初めて、もちろん初めてなんですけど、はい、いやいや、いいですよね。そうですね、腕の振りもいいし、もこの試合に合わせてきたんですよね。あ、腕の振りの良さが目立ちますか。こう回を増すことでいいんですよね。あ、そうですか、うん、ノーワインドモーション、右のややサイドハンドから投げてきます、うんうん、そうですね、途中で首をカクンとするあのタイミングなんでしょうね。なかなか難しいですよね。首痛めなきゃいいですけどね、はい、首の動きでちょっとタイミングを取っている、うん、なんかね、あそこで間を作るんでしょうね。ここでうなずいて振りかぶって大きくて首をかくってことでね。あ、はい、そうですね、三塁線サードが弾く、ショートバックアップしますが一塁には間に合いません。今記録はどうでしょうか。記録はまあエラーですけどね、ヒットにしときましょうか。ヒット、はいはい、サード強襲ヒット、はい、これで近藤三高はチーム2本目のヒットになりました。2アウトランナー一塁です。いい打球ですよね。そうですね、うん、痛烈でした、うん。そして4番の神谷、先ほど一二塁間突破のライト前ヒット、うん、中村さんが左足にボール当たってデッドボールじゃないかと。でデッドボールですよ、はいはい、でもデッドボールいらないと、いらないと、俺は打つんだと、はい、あ、続々と貝沼建設にもお客さんが増えてきましたね。近藤三高にはすでに30人ほどのお客さんがいます、ね、もう少し満員御礼ですからねそうですね、うん、大池公園野球場のキャパがどれほどかは分かりませんが、お客さんが続々と集まっています。4基の照明灯には火が入っています。現在3対1、貝沼建設2点リード、2点を追いかける3回の裏です。インサイド際どいところ、今のはコース高さどうでしょうか。もうコースでしょ、ね、コースですか。高さは問題ないですよね、はい、いいボールですよね。左バッターの足元に投げてきました。吉谷、里村のバッテリー。でも聞いたところ貝沼ケース今投げてるピッチャーエースじゃないっていう情報もあるんです。そうですか。これ以上にすごいピッチャーがいるわけですよ、インサイド際どいところボール、
今のもコースですか。あでも投げ切ってますもんね。そうですね、これ投げ切るっていうのが大事なんですね。大事です、大事です。いいボールですよね本当に。2アウトからチャンスを拡大することができるかどうか。近藤三高2点を追いかける3回の裏、再三インサイドに来ます。その前のボールとどう違うかちょっとここからだよね、はっきりしたことが見えないのよね。球審の土井の右手が土井さんです。ちょっと傾いてきてますね、ちょっと疲れてる。そうですか、はい、だいぶ右寄りになってますもんね。あちょっと右肩が下がってますか、はいはい、下がってますね。球審の姿勢の解説っていうのは私初めてこ休憩ないんですかね。休憩ないです。イニングインターバルでたっぷりチアドラが来るとかないです。あの水分ぐらいはね入れないと。そうですよね、打ちました。ファールで粘ります。いやこの加藤の失礼、神谷のスイングも非常に鋭いものがあります。いいですね、うん、ライトが89メーターでレフトが90メートルという、微妙1メートル、1メートル違うんです ね。ただ結構立派な球場です、ね、外野は天然芝。3-2ということでファーストがベースから離れました。オートマティックスタート、ランナー走ります。判定はボール、際どいところ、フォアボール。2アウトランナー2塁1塁、同点のランナーが出ました。中村さん、今のラストボールは、いやもうラストボールとか無駄なボールは一球もないですよね。ですね、うん、バッテリーも再三インサイドついてきました、うん、データ入ってるんでしょうね、はい、初対戦でもありますが、うん、近藤さん、このデータが入りますか。入ってるんじゃないですか。そしてバッターは日比野、ここで長打が出れば同点、一発が出れば逆転。一発出るんですよね今はね。そうなんですよね。さあここで日比野、今年のルーキー、名古屋学院大学卒業。ここは期待持てるでしょ。そうですね、まだ22歳です。ちょっとバッテリーも慎重になりますか。ただアウトカウントは2つあります。2アウトです、うん、外野は中村さんどうでしょうか。かなり深いですね。センターはほぼ定時ですか、うん、深いですね。レフトライトはかなり深めです。絶対データ入ってるのか、はい、まあ、一塁ランナーケアするのかどっちかでしょうね。ここ空振り。いやーボールもいいしスイングもいいし、はい、いや見応えありますね、うん、いいボール。いやコントロールいいですよね、はい、甘いボール来ないですもんね。来ないですね。もうこれ偶然じゃないですよね。最初は偶然かなと思ったんですけど、はい、狙ってますね。両コーナーに投げ分け、うん、投げ分けてきます、うん、マウンド上の吉谷、受けるキャッチャー里村のバッテリー、二塁に牽制の構えです。セカンドランナーサードへの強襲ヒットのウエンド、そして一塁ランナーフォアボールの神谷です。ここは配球的に普通に行くと次は外側にスライダー系で、曲げてくるパターンですよね、はい、どうなんですかね。外へ曲げてきました。さすが扇の要キャッチャーとして活躍されました中村武さんが今日は解説です。初球がボール、うん、2球目ストレート空振り、うん、で3球目やはり変化球のタイミング、あのインコースにいいボール来たのでね、うん、ちょっと今外れすぎましたけどね。これ2ボール1ストライクになりました、うん、ここまっすぐでしょうね。打ちました。レフトへ上がった。レフトが下がる、レフトが下がる、レフトが下がって入った、ホームラン。日比野の一発逆転。なんか今日いい日に来たのかな。さすが近藤三高の中軸ルーキー日比野、レフトスタンドに飛び込む逆転スリーランで4-3、一気に試合をひっくり返しました。でもなぜかみんな笑ってますよね。キャッチャーもピッチャーも笑って、こういうところがいいですよね。そうですね、打たれた感じの警察側も悲壮感はありませんが、若狭さんボールを追えなかったんですけど、どの辺まで飛んだんですかね。いやもう素晴らしい滞空時間の長い、いやどの辺消えましたもんね。消えました。中段には飛び込んだんじゃないですか、ね、あのボールは誰か拾いに行くの。あそこね、はい、拾えないんですよ。ほぼほぼ拾えないと思います。あ、まあ、今一応貝沼建設さん行きましたが、私もここで何度か試合やってるんですけども、
右中間左中間もう茂みになってます。竹やぶじゃないですかね確か。ちゃんと帰ってこれますかね。どうでしょうか。ただ中村打ちました。センターに、おお切れる切れる切れる、どんどんスライスして切っていきますが、センター最後はスライディングキャッチ、見事なプレーでした。スリーアウトになりました。しかしながらこの回ランナー2人を置いて2アウトからでした。5番日比野の逆転スリーランが飛び出しました。4対33回を終了、近藤三高1点のリードです。いやー見応えありますね今。ということは100メートルは飛んでんじゃないですか。いや本当ひょっとしたらバンテリンでもどうでしょうか、ね、フェンスダイレクトぐらいには入ってる可能性。打った瞬間ですもんね。いや本当に神宮よりここ来た方が楽しい。あでも諦めて帰ってきましたねやっぱりね。もうこれ正解です。あそこほぼほぼ無理ですから。これ正解ですよね。ボール取れませんから、うん、いやー中村さん改めて今の日比野のバッティングいかがでしたか。いやちょっとインコースね簡単なボールじゃないと思います、はい、でその前に2球目がなんかインコース空振りした時に、投げたボールも良かったけどスイングも良かった、はい、で僕は解説したんですけど、はい、それよりそのボールちょっと甘かった。今の土井さん給水しましたね。良かったですね、はい、視野広いですね。いや本当にこれ大事ですよ本当に、はいまあ、でもあそこまで繋いだというのはね、はい、大きかったですよね。そうですね。ウエンドの2アウトからのサード強襲、うん、そして神谷のフォアボール、ここもバッテリーサイドは再三インサイドをついていたんですが神谷が見切ってフォアボール、まあ、でも貝沼さんはちょっと差し入れにちょっと気取られすぎましたね、はい、あそこでかなり気を取られましたか、うん、なんか野球見てなかったですもんね一瞬ね。そうですね、はい、いやただ中村さんのその解説といいますか読みといいますか、うん、その変化球のタイミング、まっすぐのタイミング、うん、ここはボテボテ、サードゴロ、サードが前に来る、ボールをつかむ、一塁高いボールですが、ヘッドスライディング、一塁アウト。いやー、少ない人数でね、本当ですね、怪我したら、怪我禁物ですが、この回は先ほどツーベースの宇佐美からというオーダーでした。逆転スリーランということは4対3ですか。4対3ですね。いや、これでピッチャー、これもう、また生き返るでしょ。あ、そういうもんですか。そういうもんですよ。これなんかこの回はすごくよく見えますけどね。そうですね。しかも、うん、球数少なくまずは先頭を打ち取りましたから、これ流れがちょっと近藤三高に傾きかけてますね。あピッチャー変化球でストライクをポーンと取ってきました。これ DH なんですか。はい DH ですね。9番 DH の伊佐治。今頃気づいてます僕もねそうですか、はい、両チームそうですね、うん、DH 制ですのでピッチャーは打席に入りません、うん球場の雰囲気、ゲームの流れが一気に変わってきました。変化球でストライクを、あのね、緩いボールを使い出す、はい、ちょっとこれ余裕出てきましたね。そうですね、バッテリー、こういうもんなんですね。こういうもんなんですよ、はい、本当にそういった意味ではプロ野球もこの軟式野球も野球のいわゆる流れというのはそんなに変わらないものなんですね。変わらない、一緒ですよ、ね、やっぱりまあ、いろんな意味がありますけどやっぱ勝つことが目的なので、はい、やっぱり技術実力以上にやっぱり流れとかね、大事ね。打ちましたレフト線、うん、ワンバウンドヒットになりました。ここはボールに逆らわずにレフトにヒット、ワンアウトランナー一塁です。そういった野球のこの空気というものが非常に大きいわけですね、うんうん、大きいですね。今のいいバッティングですよね。今のはいかがでしたか、うん、ちょっと外高めだったんですけどね、はい、毎イニング得点しています貝沼建設。4対3 1点を追いかける形になりました。ビハインド展開はこの試合初めてです。トップに帰って新海、1球目ボール。でも貝沼建設下位打線いいですよね。そうですね、はい、この伊佐治も9番バッターですがヒットを放ちました、うん、先ほどは宇佐美にタイムリーツーベースがありました。おっとキャッチャーこいつ、一塁ランナーが二塁へ、ワンアウトランナー二塁となりました。記録はワイルドピッチ。ここでバッテリーにミスがありました。
ここでまたどうでしょうか。なんか貝沼建設が足怪我したんどうなんですかね。ランナー変わりますか。になんか足そうですね。でも やっちゃいましたかね。ダイソーが起用されます。セカンドランナーの伊佐治に代わりまして中津。瀬戸高校から名古屋学院大学、26歳中津光輝がセカンドランナーです。同点の貴重なランナーとなります。なんか お仕事があるんですかね。どうなんですかね。あ、そうですか。いや、わかんないです。時間なんかありがとうございますって言ったから。そうですね、両チームとも近藤三高、貝沼建設ともに仕事しながらですからね、はい。左バッターボックスにはトップの新海、ツーベースとフォアボール、今日は2打席出塁です。あ、やっぱり帰ります。仕事ですね。あ、そうですか、はい。あ、フォアボールを選びました。これで逆転のランナーも出ました。貝沼建設、試合が目まぐるしく動きます。大変ですね、はい。野球もやらない、仕事もやらないといけない。そうですよね。皆さん、土地活用なら貝沼建設。何か物を借りたくなったら近藤参考をお願いいたします。はい、CBC ラジオのドラゴンズライターに貝沼建設がスポンサーとしてついていただいています。近藤参考は CBC ラジオドラドマキングの特産ラジオウィズライパチのコーナー、いつもありがとうございます。第1球投げました。打ちました。高いフライはファーストファールフライ、ファースト追いつくかどうか、登ろうとした。野球あるあるが出るかもわかんないですね、ここで。と言いますと、なんかの後にね、ああいうエラーの後に何かが起こるのが野球あるあるなんですよね。そうですね。近藤三高サイドとすれば2アウト目が取れたと思った時に、うん、ファースト平田のミットからボールがこぼれました。ここは注目です。バッテリーの配球にも注意しながら見ていきましょう。ランナー二塁一塁ワンアウト、外にカーブ、ボール外れました。中村さん、ここはどうでしょうか。1球ファール、うん、2球目外にカーブ外れました。持ち球はストレート、スライダー、うん、カーブ、フォークがあります。ちょっとカーブがね、抜け気味ですよね。あ、そうですか、うん、出しにくい、うん、ここはもうね、まっすぐで押した方がいいですよ。変化球できました、ね、ストライク。今のスライダー、ね、スライダーですね。バッターサイドはここどんな意識でしょうか。いや、バッターはもう一度アウトになってるからね。あ、これはもう気分はもう全然楽でしょう。あ、そうですか。はい、そんなもんですよ。二塁ランナー帰れば同点、一塁ランナー帰れば逆転、外野は深め、打ちました。ボテボテはファーストボールだ。二塁に送球の構えをします。一塁送球、一塁ボールがそれる、オールセーフ、満塁。いや、そのセカンド投げたらうまいって、ウーまで出たんですけどね。記録はファーストへの内野安打となりました。今のプレーをおさらいしましょう。高いバウンド、1、2塁間、ファーストの平田がボールを掴んで、はい、2塁に投げようとしました、ね。まあ、そこは取った方向がね、体勢がもう2塁に向いてたので、 うまいのウーまで出たんですけど、何をなんか忘れ物をしたかのように1塁に振り返って、でもまた誰もいない一塁に軽く投げて、ただそれセカンドが上手に取って、サードランナーを走ろうとしたけど、いや、トリックプレーなのかな、なんかでもすごいプレーが続出しますね。ちょっとバタバタしてきました、はい、たまらず。ここは監督が言ったんですかね。そうですね、近藤三高の監督、一つ間を取りました、うん。浅野監督がマウンド、そして打席には中軸、3番サードの橋本。ワンアウト満塁、ここは大きな大きなチャンスになりました。貝沼建設ショートセカンドは深いゲッツーですよね。そうですね、はい、セカンドベース経由のダブルプレー体制です。注目です。1球目高め、ボール外れました。ストレートで初球はボール、はい。これは満塁でも叩きっていうのあるんですか。ありますね。出るんですか。出る可能性ありますね。
ここは三塁ランナーにも注目です。でも状況問わずの叩きはあるってことですね。はい、ただホースプレーになります。2球目キャッチャーボール横に弾いている。三塁ランナーそのまま二塁ランナーが飛び出している。大丈夫です、戻りました。バッテリーちょっとここは浮き足立っているのか、ツーボールとなりました。中村さん、はい、ここはバッテリー苦しくなってきました。あ、三塁ランナーがまた変わりますか。いや、ヘルメットだけ、ヘルメットだけ変えるヘルメットを変えました。どういうことなんですね。どういうことでしょうか。ちょっとヘルメット大きかったんでしょうか。大きかったんでしょうね、サイズが。近藤三高はピンチ。近藤三高は先ほど日比野の逆転スリーランで4対3、貝沼建設1点を追いかける4回の表。ここまで満イニング得点は貝沼建設。バッターもね、いい下半身してね。そうですね、これ長打出そうなね。バッター橋本、スリーボールになりました。中村さん、ここは打て待てどっちでしょうか。いや、待てでしょう。ここは待てですか。手よりもちょっとストライク。そうですね、ここでブルペン やらないですね。今ブルペン誰も投球練習してませんね、はい、うん、まず真ん中でストライク取りました。 3-1 です。次のボールですね。もう同じボールしかないですよね。ここはもうストレートですか、うん、ここは出るんじゃないですか。出ないですか。叩きは、叩きの可能性ありますね。ボールなら振らなければいいという、そういう、そういうことです。 3-1、空振り。バッテリーここ粘ります。いや、よく変化球投げましたよね。そうですね、うん、キャッチャーの筑波のここはリードが冴えています。さあ、試合の大きな山場を迎えています。4回の表、3-2、フルカウント、打ちました。ファールボールです。今のはバッティングとしては結構コンパクトに来ましたね。今のはいいファールですよ。あ、そうですか。今もうほぼ真後ろに飛んできてるので、はい、タイミング的には合ってますよ、はい。まあ、この辺はまあ一応キャッチャーが参考にするところですよね。ほう、うん、変化球もあり、うん、ここはありですね。打ちました、打ち上げました。ショートフライ、いいフィールドフライが宣告、はい、2アウトになりました、はい、粘ります。紀藤筑波のバッテリー粘ります。近藤三高バッテリーがここは粘りました。橋本はショートフライ、インフィールドフライで2アウト満塁です。ボールスルーがよく粘りましたね。粘りましたね。まだ気分的に乗ってくるでしょ。はい、ただここで頼れる4番の加藤です。日本福祉大学からヤバトンブースターズでも活躍しました。32歳。32歳ですか。打ちました、打ち上げました。サードだ、粘った。近藤三高、3人のランナー残塁。なんかボンダスで手挙げてるけど、どういうことなんですかね。ガッツポーズしてましたけど、ね、4番の加藤ですか、はい。まあ、でも走らないとダメですよね。あ、そうですね、はい、サードのフェアフライ、最後粘りました。いやー、ここは流れまで来ましたよね。来ましたね、はい、いやー、本当に目まぐるしく流れが動きます。4回の表振り返りますと、先頭の宇佐美はサードゴロでワンアウト、伊佐治がレフト前ヒット、うん、そしてワイルドピッチがあってチャンス拡大、そこからフォアボール、そしてファーストへの内野安打と、うん、ちょっと流れが貝沼建設に行きかけたんですよね。あれ、内野安打だったんですか。はい、記録内野安打です。あ、内野安打ですね、はい、そこからよく粘れました。そうですね、ファーストがなんか一人でバタバタしてたイニングですよね、あ、そうですね、まあ、一番ホッとしてるんじゃないですか。そうですね、いやー、しかしまたホームランの話ですけどすごいね。すごい、まあ、そうですね。でもとはいえなかなか見れるもんじゃないでしょ。はい、見られません。なかなか軟式でホームラン柵越えというのは見られません、はい。いや、素晴らしい当たりでしたね。いや、すごかった。はい、ちょっとだんだんヤジが飛び出してますね。あ、そうですね、元気になってきましたね。ちょ、いっぱい入ってるんですかね。お客さんはそうですね、入る可能性ありますね、うん、なんか飲んでますけどね。ただ今日雨の予報だったんですが、ね、どうしたんですかね。
やっぱりこの両チームの熱気にお天道様もちょっとあれですか、うん、もう7時半ですもんね。そうなんですよ、7時前ぐらいから雨の予報だったんですが、ね、ちょっともう野球に見入ってますね。この回は7番の水野からというオーダーです。4対3、攻める近藤三高1点リード。2点のビハインドだったんですが、3回の裏、日比野の逆転スリーランが飛び出しています。第1回 CBC ラジオドラダマキング杯争奪戦、近藤三高対貝沼建設、中日ドラゴンズ OB 中村武さんの解説でお楽しみいただいています。いやー、これをシーソーゲームですよね、本当に。そうですね、普通何イニング、9イニングまでやるんですか。そうですね、社会人のこういったトップチームですと9イニング、7回じゃないんですね。はい、7イニングの場合もありますが、草野球などでは7イニングが多いんですけれども、いやでも貝沼建設の山田監督、試合前にコールド負けだけはしたくないというレベルで話してましたけど、何をですね。そうですよね。そこから戦い始まってましたね。あ、実は、はい、密かに自信はあったかもしれない。自信はあったんじゃないですかね。はい。でも本当にね、いい投手ですよね、うん、カットバッティングです。チームのここまでの戦いぶり、近藤三高は中村さん、ここまでどう見ますか、うん、まあ、作戦的なものはあんまり出てないし、そうですね、ね、ホームランでね、ええ、ガッて盛り上がった感じなんですけど、貝沼健さんもうやりたい放題ですね、今日はもう。そうですね、はい、緩い変化球引っ掛けてサードゴロ、サードが前に来る、一塁にランニングスローです。サード警戒です。サード貝沼建設は橋本、先頭の水野はサードゴロに倒れました。ワンアウトランナーありません。若干動きも貝沼建設は、まあ、負けてはいますけどね、よく見えますよね。内野のダッシュもいいですね。いいですよね、警戒です。これを警戒って言うんですよね。そうですね、バッターは8番 DH の森口です。もしかして石川高谷より高谷はどうなんですか、中村さん。まだちょっとやっぱり気にはしてるんでしょうね、膝、うん、はい、まあ、今年本当に怪我なくいけば来年はね楽しみ、まあ、ちゃんとキャンプもね過ごせてないので、まあまあこれからですよ、まだまだ。秋厳しいキャンプもあると思うんですが、うん、どんなことをオフには求めますか、彼には。やっぱキャンプにやっぱ米を出してほしいですね。まずね、まず米とカレーはね、絶対これ必要でしょう、やっぱり。もりもり食べたいですよね。もうそうです、そうですよ。食べて練習すればいいんですよ。ノックですか、それとも、うん、振り込み打ち込みですか、彼に必要なことは。まあ僕はね、あんまり振り込み打ち込みってはね、あんまり分かんないんですけど、まあもう打ち上げました。セカンドです。前に来ます。右に寄って掴んでアウト。2アウト。走り込みじゃないですか。あ、へえ、うん。なぜまた走り込みですか。やっぱりもう走り込みが一番ね、まあ、うまくはならないけど下手にならないので、変に打ち込むとまた下手になる可能性もあるので。大事なことですね、うんうん。今目が覚めました。ただやっぱこの時代、走り込みでも、まあ、きっちりウエイトトレーニングをやってるので、ちょっとランニング部門がね、おろそかにはなってる。そうですよね、うん、我々の時はもう何があっても走れ走れ走れだったのでね。走ることで当然、まあ、うん、下半身もそうなんでしょうけども、うん、体全体の強さとかバランスとか、うん、そういったこともやっぱ良くなってくるんでしょうね。まあもうね、良くなるというのが、今はもうなんかもう機械的なものがね多いし、悪いとは思わないんですけど、なんか、うん、このうぅーってうぅーって声出しながらやらないじゃないですか、はいはい。まあでもどうなんですかね、やっぱり打ち込んだりするんですかね。実際のところはそうかもしれないですが、うん、中村さんの経験からいくと、やっぱり走り込みというのも悪くないぞと。と思う。まあ春のキャンプはね、ある程度シーズンに入っていくので、はい、そうですね、うん、でも一番苦しい辛いというのはやっぱりランニングとか、昔でいう腹筋背筋とか、うん、はい、ね、まあ、苦しむのがいいことは思わないですけど、うん、まあでも走り込みさせるでしょ。おー、いいとこ守ってる。センターへ。おー、これ素晴らしいポジショニングでした。センターの加藤、完全に右中間、ね、抜かれたからと思っていたんですが、誰もいないところで彼はガッツポーズするんですけどなんなんですかね。ガッツポーズしがちな加藤ということですね。
あの4番バッターですね。そうです、4番の加藤ですね。さっきサードフライ打ってもガッツポーズしたんですよね。はい、いや、いいところ守ってました。いや、これはすごい、初めて見ました。はい、ガッツポーズ加藤、ヒット1本損しましたよね。そうですよね、うん、いや、しかしいい打球飛びますね。飛びますね、うん、やはりバットの改良、そしてボールの変化もありまして、うん、すごく迫力のある。それ詳しければいつ頃から変わったんですか。確かですね、ボールが M 級になったのはもう5、6年前だと思います。あ、土井さん、土井さん来ました。はい、選手交代お願いします。ピッチャー54番、はい、バッテリーが変わる。わかりました。今雷になりますよ、もう光ってますよ。あ、これザーきますよ。そうですか、もうピッカピカ光ってますよ。ピッチャー福田、ピッチャーが福田に変わりました。あ、来ますかね、そろそろ。現在4回を終了、4対3、近藤三高1点リード。ほらほら光ってるもん。雨降るよ。55番松前、今日は雨の予報でした。7時前から雨が降ると予報されていましたが、愛知県東海市にあります大池公園野球場はここまでゲームが行われています。ちょっと嫌な風と雷来ましたね。そうですね、ちょっと冷たさを感じる風がセンターからバックネット方向。いや、ところで若狭さん、これ、はい、神宮大変なことになってますよ。ピンポーン、はい、CBC ナイター速報どうなりましたか。どうなって、もう結果から言うと今7対3で負けてますよ。対3、塩見さん、ヤクルト塩見さん7号4回満塁弾が出ました、ね、出ましたか。強烈なの来ましたね。来ましたね。3点4点とですね。どうこれでちょっとどうなるんですかね。あ、でも嬉しい情報は一つあります。何でしょう。2軍が今日勝ってます。3対2で、はい、これ嬉しい情報です。もう1軍も2軍も借金30ぐらいありますからね、はい、今日僕の情報では、まあ、引退を決意した大野翔太キャッチャーで、はい、なんと加藤拓磨がサードに守ってるということは、加藤拓磨がサード、もう明らかに人手不足ですね。そういうことですね、はいはいはい、そういうことですね、はい、加藤拓磨サード、サードですね。2軍も大変なことになっています。大変ですね。もう人がいないんでしょうね。そうですね。今日はね、3対2で勝ったから、はい、うん、なかなか見れないですよ。2軍が勝つことも。勝つことも。あーと、デッドボール。先頭デッドボール、今どこ当たりましたか。右のお尻の裏ですね。そうですね。右足ですね。押さえてるのが。痛いって言ってますね。何もないですね。ただ変わりっぱな。当たる前に声出たということも確実に当たったと思ったんでしょうね。ですね、はい、軟式ですから結構白線ギリギリに立つ選手も多いですからね。そういうことなんだ、なかなかインサイドのコントロールは難しいところではあります。右のサイドハンドの福田に変わっています。マウンドが福田、背番号54番、大道大学の出身です。今これ初めてバントを見れるかもわかんないですね。そうですね、今バントの構えしました ね。6番の下川、左バッターボックスです。受けるキャッチャーの松前、四日市大学チームのまとめ役。バントしました。ピッチャー前だ。ファーストかピッチャーだ。ピッチャーが掴んで一塁にアンダーハンドトス、セカンドベースカバー、1、4とボールを送られました。送りバント成功、ワンアウトランナー二塁です。中村さん、今のバントはいかがでしょうか。いや、バントは良かったですけど、ちょっとファーストの動きが気になりますね。ファースト平田、あ、今出ても足を押さえてますもんね。痛いのかな、どうなんだ。ちょっと平田も痒いか痛いかですね。今お尻の穴のあたりを触ってますね。蚊ですね。あ、蚊ですか。蚊です、蚊です。あ、はい、そういえば中村さん、うん、首筋以外にどっか刺されました。ないです。あ、大丈夫ですか。とりあえず首筋が腫れ、うん、痒くなってきて。ここはワンアウト二塁ですね。ワンアウト二塁、同点のチャンスです。バッター7番の吉田、今日はショートゴロ2つです。3回目のアットバット、二塁ランナースタート、完全に盗みました。ワンアウト三塁、盗塁成功。これはもう確実に監督の性格が出てますね。あ、そうですか、はい、買いに負けず山田監督でしたっけ。山田監督ですね、はい、もうここはしかしここ来るでしょ。来ますね、内野前に来ています、うんうん、ワンアウト三塁、三塁ランナー帰れば同点。三塁ランナースタート、打ちました、打ち上げました。サードの左側掴んでアウト、そして三塁ランナー飛び出している、アウト、ダブルプレー、痛恨の快
貝沼建設ダブルプレー叩き失敗。中村さん、でも今の失敗ってかわいそうでしょ、バッター。あそこ当てたんですよ。そうですね、やっぱ来ましたね、来ましたね。いやでもいいね、いいプレーだったし今ね、はい、よく当てたし、よく取ったし、ね、よく戻ったし、はい、もう軟式野球の魅力が全て詰まった、ね、ワンシーンでした。これは結果的には0点だったんですが、まず叩きエンドランを仕掛けた山田監督がいて、うん、三塁ランナーが突進してくる、投球はボールだったんですがこれを当てた、うん、これね、三投などにもう間髪入れてきましたね、来ましたね、迷いがないですね、はい。そしてサードがよく掴んで、審判、土井さん、土井さん、ピッチャー28番、ピッチャー28番、分かりました。背番号で言うんですね、みんな。そうですね、土井さんなんかお腹押さえてるけど大丈夫なのかな。土井さんお腹押さえてます、はい、坂本、美濃加茂高校から愛知学院大学、超コンパクト投法、どうペッて投げるんですかね。そういうことでしょうね。まず両投手がおりましたので、中村さん、はい、貝沼建設先発の吉谷、はい、4イニングを結局4失点、うん、打たれたヒットは3本だったんですが、日比野にスリーラン、まあ、ピッチングまとめて、ね、はい、まあ、そこ打たれたものを、まあ、これはまあ打った日比野さんですか、はい、これはもう絶対褒めるべきで、いやいいピッチャーですよね。そうですね、はい、すごく期待できる。この今変わったピッチャーもね、なかなか良さそうなんですよね。あ、そうですか、はい、はい。一方の近藤三高先発、うん、紀藤ですが、4イニングをなんだかんだで3失点で抑えました。そうなんですよね、まあ、そういうタイプのピッチャーなんですかね、はい、うん、ちょっとまあ打たせて取るような感じで、うんうん、3点っていう感じですもんね。もっと捉えててもよかったような。よく最小失点で抑えている、うんうん、毎イニングをということですよね。毎回ランナーだったですもんね。そうですそうですそうです。ピンチが好きなんでしょうか、はい、特に圧巻だったのは4回、うん、ワンアウト満塁スリーボールまで来て、うん、あそこから粘ったのが大きかったですね、まあ、中日でいうと藤島健人みたいなタイプですよね。あ、ちょっと塁上にぎわせて、にぎわせて抑えて帰ってきて、防御率が1点台とかね、藤島劇場的な、劇場的な、はい、うん、まあ、あるんですよね、そういうなの、まあ、投げてるうちに良くなってくるっていう、うんうん、中村さん受けていた時に、うん、そういうちょっとこう塁上にぎわしながらもなんだかんだで0点というピッチャーって中日にいましたか。鹿島忠っていうピッチャーが多分いたと思うんですけど。あ、鹿島さん割と鹿島劇場、劇場もあるし、ね、なかなかまあ、巨人のクロマティさんに変なポーズしたりね、はい、頭を押さえて、ね、はいはいはい、やりたい放題で全部幸せがこっちに飛んでくるので、うん、まあ鹿島さんのいいところは打たれても押さえても堂々と勝つ。あ、そうです、そのイメージありますね、うん、なんか本当にこうピッチャーらしいと言いますか、動揺を全く見せない、うん、見せないですね、ちょっとと鹿島コーチが上見てるんで、雨がポツポツ来ました。あ、本当に雷がかなり遠い空ではありますが光ってます ね、 ね。試合は5回の裏です。今日は7イニング制。あ、今日は7回で終わりですか。今日7回です。はい、高めに浮きました。この回から貝沼建設は2番手の坂本にスイッチしています、うん、先頭の1番加藤。球数制限とかそういうのなんか、まあ、ないですね。球数制限はないですね。もうやりたい方です、ね、やりたい方です。はい、これ試合のペースって言ったら週1ぐらいで必ず試合やるんですか。そうですね、だいたい近藤三高さん、さらには貝沼建設さんも週に1回ぐらいは試合が入っている、公式戦が入っているということですね。打ちました。相手が近藤三高さんばっかりじゃなく、はい、いろんなということですね、はい、まあ、だいたいそのリーグに入っていたりですとか、うん、その短期決戦の大会がありまして、うん、その大会に予選からエントリーしていくという形ですね。練習はどうやってい、はい、練習はですね、近藤三高さんが週に2回週に2回、はい、結構なペースです。あ、結構なペースなんですね、はい、市内の公園で、名古屋市の土木事務所が管理しているナイター設備のある公園。あ、夜練習する、まあ、昼間お仕事ありますね。そうですね、うん、南区の丹後公園などで練習をしていると。貝沼建設さんも練習を行っているんですが、こちらは月2回、
あ、これはちょっと抑えてますね。そうですね、やはり本業がありますので。月2回だったら練習しても、でもみんな個人的にバッティングセンターとか行くんでしょうね。そうでしょうね。振り込み、それこそ走り込みなどは行っているんだと思います。いや、その練習量でね、結構きちっとしてますよね。はい。貝沼建設に入って初登板という情報が入ってきました。マウンド上の坂本です。ルーキーと呼んでいいんですか？そうですね、23歳ですから、あ、そうでしょうね。新入社員の可能性高いですね。岐阜の美濃加茂高校から愛知学院大学です、うん、坂本壮太23歳、背番号28番。バントの構えからバットを引きましたが判定ストライクです。2番の余号が右バッターボックスに入っています。得点は4対3、近藤三高1点リードの5回の裏です。今日は本当にいろんなところから試合が動きますので、ワンプレーワンプレー見逃せませんね、うん。何が決め手があるんですかね、このピッチャーは。そうですね、投球フォームが超コンパクトと書かれておりましたが、アウトコース、ストレート。初登板ですね。謝ってますね。変化球打ちました、三遊間ショートの左側、レフト前ヒット、ワンアウトランナー一塁です。そして先ほどサードへの内野安打を打ちました。ここから中軸です。このウエンド、神谷、日比野、この辺りが、あ、ツーアウト、失礼しました。今のがウエンド。ウエンドさんはね、ボクサーみたいな体してましたね。そうですね、はい。そして4番の加藤、4番の失礼、神谷です。そしてその次は日比野です。いやー、これ繋いでも2打席、あ、いやー、私もね、一度2打席、まあ私は3打席まであるんですけど、おお、連発がね、はい。これどうしても、ここは貝沼サイドとしてはなんとかここで切りたいですよ ね、 なかなか手強いバッターですよ、彼も。外、うん、際どいところ、三塁側の貝沼建設のベンチからは大きな声が坂本に飛んでいます。一塁ランナー、じりじりとリードを決め、ほぼ叱咤激励より叱咤が多い一塁ランナースタートの構え、ここはそうですね、神谷で切っておかないと次が日比野ですから。私が監督だったらもう申告しますね、次のバッターは。あ、そうですか、はい、で、満、ツーアウト満塁で勝負、はい。まあ、去年のヤクルト村上、今年の巨人の岡本、はい、そのクラスですよね。そうですか、はい。あ、ここフォアボールになりました、うん。うわ、先ほどと同じランナー2人ツーアウトというところで、スリーランホームランの日比野が打席に入ります。バガスさん、先ほど逆転スリーランの日比野ですが、打ったボールはストレート、無我夢中で振りました、うん、逆転できてよかったです。このままチームが勝てるように次の打席も貢献したいと思います。ホームラン談話が入ってきました。中村さん、素晴らしい談話ですね。ストレート、プロ野球の談話っていうのはなんとかならないですよなんとかならない、もうそろそろ、あ、ちょっと絶対選手行ってないでしょあ、広報が勝手にじゃないですか、言ってる可能性ある。いや、もうほぼそうじゃないですか。そうですか、もうちょっと本当に選手がね、言ってるコメントを流さないと。ワンパターンといえばワンパターンですよね。ワンパターンですよね、はい。さあ、ここは注目です。近藤さん、こう引き離すか。パターンですよね、はい。なんとかしたかったとか。そうですね、抜けてよかったとか。1球目ボール。ということで、これ候補に問題があるってことですよね、はい、候補にちょっと色つけてなんかね、そうですね、うまく、うん、談話の引き出しが少ないと、うん。2球目カーブ決まりました。先ほど
打ったのは先発の吉谷から、この回から2番手坂本マウンドに上がっています。4対3、1点リードの近藤三高。ルーキーなんですよね、バッターもね。日々の、そうですね、日々のもルーキーですね。ルーキー対決ですね。ルーキー対決です。カーブ、ここはキャッチャーも見事ですね。もしかして強数、あ、これはいわゆる野球用語、野球用語、強数というのはあの強者、はい、将棋の槍、はいはい、これストレートオンリーが強いという、うんうん、もしかしてバレた。4球目またカーブきました。あ、中村さん、はい、キャッチャー意図的にこれ変化球オンリーですね。その前の打席でピピってきたんじゃないですか。もうまっすぐが強いと。もしかして本当に競争の可能性ありますよね。ここで変化球ってもう確実 100%。 あ、でもインコース構えて、落とした、空振り三振。これはキャッチャーの勝利ですよ。ホームランを打たれたことによって分かったことですよ。先ほどの痛いホームランから学んだこと。いやでも脆かったですね。日々の先ほどはものすごい男らしいスイングしてたんですけどね、バレちゃいましたね。いわゆる強襲というのはストレートにはめっぽう強いが、変化球がちょっと苦手、うん、まあそれはそれでいいんですけど、持ち味ですよね。でも今後多分貝沼建設がある時はまっすぐ投げてもらえないでしょうね。そうですね。ただキャッチャー里村も冷静ですね。冷静ですよね、あの一本のホームランでね、はい。土井さん来ましたよ。あ、土井さん、はい、ちょっと激しくなってきますよこれから。はい、わかりました。吉見さんですか。近藤さん、こう吉見和樹登場、はい、高橋健太投手です。ちょっと抑えっぽい投げ方ですよ。28歳、中京大学出身、テンポとコントロール抜群、先発中継ぎをこなすということです。土井さん来ましたよ。土井さん、はい、はい、代打2番、はい、ちょっとクローザータイプですねこのピッチャーは。あ、そうですか、はい、宇佐美に代わって貝沼建設、ここで代打です。キャッチャーもいい方してますね。やっぱり尾関、うん、いいキャッチャー、いいキャッチャーですよ、うん、一目見たら分かる。あ、そうですか、うん、早球でいいなと、うん、やっぱ早球がなぜいいかっていうのは、はい、キャッチングがいいから早球よくなるんです。あ、そういうものなんですね。そうなんですよ。初球ストライクです。マウンド上高橋、まあまあ早いんじゃないですか。近藤三高3番手です。今日は紀藤が先発、福田、そして高橋とつないでいます。ミールオーバーハンド、カーブ高めに浮きました。もうここから行って逃げる系統でしょうね、近藤さんの得意の、ね、得意の系統ですこれ。打ちました。ショートフライかピッチャーフライです。ピッチャー掴んでアウト。これは結構見るんですか。見ます。ピッチャーフライもよく見ます。はい、あとファーストサードのファールフライ、これもよく見ます。意外にキャッチャーフライないです。今の打ち損じっていうんですか。どうなんですか今。そう、来ました。代打、はい、わかりました、はい。ここは代打構成、河野が代打です。あ、河野は代打、名古屋学院大学フットサル部だったということですね、うん、野球部ではなかったようです。サッカーですね、はい、ただフットサル部の幽霊部員だったということで一口寸評応援団長、はい、元気者です。でも足は速いんじゃないですか。あ、フットサルというぐらいだから。そうですね、はい、マウンド上は高橋に変わっています。ちょっとそうですね、風がひんやりしてきました、ね、これ雷の音もしています、うん、止めたバットですがストライク。貝沼建設1点を追いかける回は6回の表、もう終盤に差し掛かっています。ファールボールです。なかなか変化球を多彩に使ってきますね。そうですね、ちょっとボールがこう動くと言いますか、うん、このキャッチャーはどっちがエースキャッチャーなのかな。あ、スタメンが筑波、今が松前、うん、これ両方ともいいキャッチャーだというふうに中村さん言ってました、うん、この松前評価高いですね。肩はあの松前、はい、松前、はい、いいですよね。
まあ、肩強そうな投げ方そうですね来ますね。もう上見ちょっとみんな試合見ないで上見てますね、はいはい、雷の音さらには、ね、雨粒も少し感じますか、うん、だんだんちょっと音が近づいてきましたね。ここで一番やっちゃいけない土井さんの巻きが入るとちょっと怖い、はい、審判あるあるであちょっと雨の時は巻きますか巻きます巻きますということはゾーンがちょっと広くなる広くなると思います。打ちました、はい、サード左追いかけるレフトの左側ですがファールボールです。あそういうことありました、ね、あります 100% あります。あ、はい、まあ、この時期に一番あのもうまあもうゲームがあまり中止できない、はい、雨降る予報、一応プレーかけ かけるボール半分から広いというか1個ぐらいストライクゾーンが広くなってなぜか5回終了すると普通に戻るというねなかなか5回成立までが巻くんですか。そうなんですよ。はあ。もう多分試合前にね空振り三振天気予報を見て、今日はなんとかもう5回までやらないと大変だぞと、はい、もう日程もないぞと。中村さんダブルヘッダーの経験ってありますか。ありますあります。あーの時代ですか、うんうん、あります。まあ、てよりも我々じゃ優勝決まったら、まあもう消化ゲームじゃないですか、はい。まあ、なんでやるのかなってずっと思ってやっぱタイトルがあるからね。そうですね、やらないといけない。そうですね、その時もまああるあるですけど、タイトルかかってる人たちにはね。バントの構え、バントしました。三塁線フェアかファールか際どいところファール。キャッチャーがもう払いのけるようにファールゾーンでボールに触れました。タイトル争いありますもんね、うん、ちょっと怪しい何かね現象が起きますよね。あそうですか、うん、と言いますと、なんかまあヒット打ったら牽制でアウトになるとかね。はあ、これはまた興味深いですね。そういう試合前そういう会話はないんですけど、なぜかサードが下がってそこにセーフティーバントして、はあ、会話はないですよ。ないですないです、うん、それもかなり深めの守備を通るんですよねなぜか、はい、そこにちょっと強めのバンドして、はい、もう送球の動作にも入らない、入らないという、ほう、それなぜか1球目の牽制でアウトになる、なぜかなという、ね、古き良き時代に、うん、はあ、まあ、好投してるピッチャーが投球イニング、投球回なんていうんですかあれ、投球回数、はい、はいはい、3イニングで4イニングで、ええ。よしこれで防御率でなぜかね高騰してるのに交代したりね。はあ、あれは何だったんでしょうかね高め防御率外れました、ね、そういうのはやっぱりなんだかんだでお互い様ですから、うん、いろいろあったりなんかして、うん、もう事前のそういうのはないんですけど、ないんですけどね、守備体系とか、ちょっとそういうのはね、雰囲気で朝新聞見てちょっとね数字見ろとかね、なんかあるんでしょうね。気遣ってるのかもしれませんね、うんうんうん、変化球高め浮きました。1点を追いかけます海山建設6回の表。一回翔太さんとトマシのヤクルトのトマシの権利が盗塁争いしてて、はい、中日広島戦で、はい、なぜか僕スタメン外されて、はいはい、セカンドゴロ山崎武史がスタメン出て、ありましたね、はい、6盗塁6盗塁あった記憶あります。山崎武史は4盗塁されたんですよ。はいはいはい、4盗塁5盗塁されたのか、はい、なんかその時点で分かんないですよ、一応数字的には並んだんですよね、はい、で並んだ時僕はキャッチャーになって、はい、あ土井さん来ましたよ。あ土井さん、はい、はい、ピッチャー鈴木さんです。はい、ピッチャー鈴木で僕は1個盗塁されて1個盗塁させたんです、はい、で、まあ、結果的に僕が逆転されたんですけど、土井さん来ましたよ、はい、あ、土井さん、はい、はい、わかりました。なぜ鈴木さんだけ鈴木って言ったんでしょうね鈴木さんですよね、ピッチャー。そうですね、はい、近藤さん子は代打福井からです、はい、で僕はなんと富山県庁同級生で、うん、まあまあまあ言われましたよ。あ、どういうことなんだと、うん、中日担当。その時は星野監督と山本浩二監督なんですよね。あ、仲いいんだ、仲いい。ただね、
それだけ塁に出た翔太さんもすごいですよね。そうですよね、はい、だって出なきゃ盗塁できませんから。そうですよ、もう2投3投ですからね。はい、そのうち2回セーフティーバントがあったんですよね。あら、おやおや、うん、おや、まあ、その時はまだ僕もねそんなにペーペーの時代だったので、ね、よくわからない、うん、わからない、大人の事情、うん、もう本当に本当に大人の事情だと思いました、それは、うん、はあ、よく分からなかったですね。 YouTube をご覧の皆さんだけ、うんうん、胸にしまっておいていただきたい、うん、ですよね、ということですね、はい、回は6回ですか。はい、6回のこれから裏が始まります。あ、じゃあもう6回7回で、ね、そうですね、なんかなんとか持ちそうですね。7重までこのままの状態ですといけばゲームセットということになりますが、じゃあこの回次の回でゲームセットになるわけですね、はい、貝沼建設の反撃があるかもしれません、はい、中日はもうほぼゲームセットですね5回で、はい、そうですか、はい、11アンダー、小笠原慎之助が暴走したんですかね。どうしたんですかね。でもヒット打ってますよ慎之助。あら、バットで活躍、はい、近藤三高6回の裏の攻撃はこの回の先頭バッター平田のところで代打福井です。マウンド上は3番手の鈴木です。吉谷、坂本、鈴木という投手系統の貝沼建設。バッターボックスは福井です。マウンド上は鈴木康平、志学館大学の出身です。貝沼建設の秘密兵器という右腕。初球スライダー決まってストライク、ワンストライクです。飲んでいいの。どうぞどうぞ。初めてですね CBC からコーヒーが出る。福井の打球はライトへ、ライナー低い当たりですがシングルハンド掴んでアウト。いや見ててどうですか、普通にうまいですよね。いやいや、もう素晴らしいです、ね、はい、さすがトップレベルの軟式野球。若狭アナも野球はやってますね、はい、どこか所属してるんですか。はい、私も草野球チームに所属しておりまして。ポジションはピッチャーです。わー、はい、エース一応やってるんですが、去年の5月に右肩を痛めまして、これがちっとも治らない。はい、いろいろやりました。接骨院に行きましたし、筋膜リリースというのもやりましたし、インナーマッスルも鍛えたんですがダメです。ただちょっと良くなって投げたんですが、今シーズン我がチームはお恥ずかしながら実戦全敗しましたよ。え、打ちましたよ。ファールボール。インナーマッスルは、はい、ドラゴンズのヘッドコーチが得意ですよ。落合コーチは得意ですよ。あ、そうですか。もうどっちかでも、もうインナーマッスルで結構ね呼ばれてましたので。あ、中村さんも、まあ、僕もちょっと肩痛い時、あ、土井さん来ました、ね、あ、はい、代打18番、はい、はい、分かりました。もう肩痛めてる時に、中村さんできるかなから始まって、はい、できるかなから始まったんですよ。できるでしょそんなこと。何をやるか僕は知らないけど、はい、中村さんできるかな、できますって言ったら、うん、いや肩痛いんでしょって言うから、できるかなって。いやできる、もう肩治るなら、はい、もう教えろって、はい、まあ、チューブ持ってきて、こう地味、まあ、地味な、そうですよね、やっぱできなかったっす。あれは落合ヘッドしかできないですよ。地味な作業ですもんね、はい、素晴らしい投球が続きます。3番手の鈴木、代打は勝ち、勝ちもピッチャーではあります。33歳のベテランです。さっきブルペンやってましたけど、ものすごく変速、そうなんですよ、ね、かなりのクロスステップなんですよ ね。お、打ちました、三塁線、ファールボールです。土井さん元気です。今日の球審土井、塁審は清水、二人の審判でゲームが行われています。大池公園野球場第1回 CBC ラジオドラマキング杯争奪戦、近藤三高対貝沼建設はもう終盤です。4対3、7イニング制、近藤三高1点リードの6回の裏、2アウトランナーありません。近藤三高代打勝ち、右バッターボックス、マウンド上は3番手の鈴木です。空振り三振、3アウト。なかなかですね、やっぱりどこのチーム後ろになればなるほどいいピッチャー来ます ね。 そうですね、今の時代ね。いや、系統も両チームここまでハマってますね。ハマってますよね、はい、なかなかもう点取る、まあ、事実上もしあれだと最終回ですか。あ、そうですね、いよいよということはもうクローザーですよね。
ところが高橋、これは続投です、ね、イニングまたぎますね。さあ先制したのは貝沼建設でした。1回の表ワンアウト三塁からいわゆる叩き、セカンドゴロの間に1点を先制。近藤三高も1回の裏ワンアウトランナー三塁からセカンドゴロの間、いわゆる叩きで同点に追いつきました。2回の表貝沼建設1点、3回の表貝沼建設1点、3対1、貝沼建設2点リードで迎えた3回の裏、ツーアウトランナー二塁一塁から5番の日比野、ストレートを強振、レフトスタンドに飛び込むスリーランホームランで4対3。そこからは4回5回6回と両チーム無得点で、回は7回の表、最終イニングの攻防です。今日の解説はドラゴンズ OB 扇の要として活躍されました中村武史さんです。中村さん、いやキャッチャーもピッチャーもいいですよ ね、 そうですね。ちょっと塁に出て盗塁してほしいですね。あ、ちょっとかき回してほしい、はい、もうこのキャッチャーがね、ええ、実戦でどこまで投げれるか、この投球回のこのボール、セカンドスローはすっごいいいボール投げてます。はい、はい、マウンド上3番手の高橋、受けるキャッチャーは試合の途中からマスクをかぶっている松前です。セットできましたもんね。あ、そうですね。初球高め、ボール外れました。ストレートの勢いなどはどうですか。伸びがいいですね、手元で。はい、うん、なかなかね、上から投げて角度のある、そうですね、今日両チームともどちらかというとサイドハンド気味のピッチャーが多かった中で、先発がね、はい、この高橋はオーバーハンドで投げてきます。オーバーハンドですね。2ボールとなりました。お、中村さん、3ボールになりました。先頭です。今ストライクっぽかったですけどね。アウトコーナーいっぱいでした。ちょっとやっぱりキャッチングはね、もう少し、うん、フレーミングっていうんですか、今、はい、逆フレーミングになりましたね。そうですね、上から下になりましたね、はい、フォアボール、先頭歩きました。ノーアウトランナー1塁です。中村さん、今日送りバントもありました。そしてここどうでしょうか。ここはでも3番4番バッター、そうですね、3番の橋本、今日はレフトフライ、ショートゴロ、打点付き、ショートフライ、3打数のノーヒット、4回目のバッターボックス。ここはバントはなく打ってですか。打って走るかどうかですよね。でもリード小さいから走んないですね、多分。打ちました。バントの仕草はありません、うん、ここはないでしょうね。この3番4番に今日はヒットがありません、うん、そろそろですか。あ、逆に言うとそういうことですね、うん、それはね、結構キャッチャーよぎるんですよ。 あるんですよ。そういうもんですか。だから最初に打ってもらってた方がちょっと気が楽なとこ結構ありますよ。はあ。いや、もうぼちぼち打つだろうって、毎年3割打ってるバッターがね、はい、確率論的にはそういうことですからね、はい、1塁に牽制球です。このランナー走んないですよね、多分。あ、一塁ランナーの里村の盗塁はなさそうですか。ないですよね、うん、止めたバットですが、バット当たりました。結果論、三塁線はファールボールです。ファールボールです。さっきのキャッチャーで今のピッチャー早いですね。そうですね、ライン際ね、今の間一髪のところでファールでした。やっぱ軟式あるあるで、ね、とんでもないとかフェアになる可能性もありますよね、はい、かなりボールに回転がかかりますので、あっち行ったりこっち行ったりするんですよね。いやいや、今のね、早く処理しないと危ないですよね、本当に。シビアな場面を迎えています。一塁ランナー帰れば同点、貝沼建設追いつけるか。7回の表、マウンド上は高橋、近藤三高3番手、セットポジション。外、スイングか、どうか、スイングを取られました。ちょっとこれを巻きっていうんですよね。土井さん巻いてますか。ちょっと軽く巻いてますね、はい、今のハーフスイングはちょっとバッターが止まったかなという感じ、はい、まあ、でもこれ仕方ないですよ、まあ、そうですね、天気予報が悪いので、はい、天気が悪いので、うん、そうですね、雷の音もしてきましたし、ね、ゴロゴロね、かなり空も光るようになってきました、うんうん、最終7回の表、この回0点ならばゲームセット、うん、追いついたら7回の裏があります、うん、ワンアウトランナー1塁、4番の加藤、今日はフォアボール1つ、あとは2打席凡退です、うん、1球目外ストレートでした。ここは様子見ですかね、ですよね、4番初球はね、うん、はい、
一、二塁間、三遊間が広く空いています。外野はやや深め、センターが左寄りです。打ちました、セカンドゴロ、セカンドが前に来る、二塁送球、二塁アドボール、それです。痛恨のエラーが出ました。ここでセカンド4号から二塁への送球が少しそれました。中村さん、はい、今のプレーは一塁一つで良かったですよね。あ、そういうことですか、うん。まあ、気持ちは分かるんですけど、ちょっとあまりにも体勢が悪くて、はい、あ、そうですね、4-6 と投げる必要はなくか、もう確実にゆっくりトスして、あ、二塁に普通にトス、そうですね、はい、それでダメなら一塁投げるというね、なんか一人ゲッツになっちゃいましたね、頭が。そうですね、うん、結果ワンアウトも取れずに一塁二塁ワンアウト、うん。そして今日ヒットとデッドボールがあります。盗塁も決めている5番の渡辺、左バッターボックス、バッテリーはここ踏ん張りどころです、うん、ね。ここはバッターとしてはどんなことを考えていきますか。二塁一塁ワンアウトですね、まあ、我々の野球ならこのまま左だったら引っ張りに行きますよね。2球目を投げました、ボールです。そうですね、一、うん、二塁間も空いてますし、できれば二塁三塁にしたい、まあ、もちろんそうですよね、うん。でもこれ一打でもう同点ですよね、はい。二塁ランナー帰れば同点、そうですね。中村さん、外野は深いですね。深いですね、一塁ケアですよね。3球目ボール低い、スリーボール。ここは待て打てどっちでしょう。待てでしょうね。ここ待てですか、はい、もう監督が次のバッターのアドバイスしてますね。そうですね、山田監督がネクストの下川にアドバイス、はい。今日下川はフォアボール2つと犠打、ね、3打席打数なし、4球目決まってストライク。あまり余計なこと言わなきゃいいんですけどね腕組みの山田監督です、はいはい。ここは大きな場面を迎えました。でもさっきもね、ボール3から粘ったので、ええ、まあ、ピッチャー変わりましたけどね。そうですね、近藤さんの持ち味かも分からないですね。近藤さんこは先発の紀藤もなんだかんだで4イニングを3点、うんうん、そして福田もピンチを招きましたが、うん、抑えました。3番手の高橋、フォアボールになりました。ランナー満塁。高さはちょっと見づらいですね。そうですね、今のもほぼ真ん中からと思ったんですが、はい、低いんでしょうかね。低いんでしょうね。さあ中村さん、さあこれ1点を追いかける貝沼建設、7回の表、ね、ワンアウトランナー満塁です。出ます？ここはないですか？いや、あるかもしれませんね。さっきねちょっと失敗したから、軟式野球の醍醐味、叩きがあるかどうか。ただ今日は叩きで得点が生まれるシーンとダブルプレーなどで、うん、得点ができない場面があります。二遊間はどうでしょうか。ゲッツーですね、後ろですね、はい。初球外、キャッチャー弾きます、うん。いやー苦しくなってきました近藤さん。苦しいですね、ちょっとルイの出方がね、はい、エラーとフォアボールというね。そうですね、今日ヒットはこのイニングないんです ね、ちょっと野球あるあるですね。これは失点の空気が漂いますか、はい、うん。打ちました、叩いた、あ、ピッチャーゴロだ。ホームに送ってアウト、一塁は間に合いません。アウト、三塁ランナー飛び出している。セーフです、セーフです。ツーアウトになりました。今中村さん、三塁ランナースタート切りましたか。どう、切ってないんじゃない。切ってませんか。普通のいわゆるピッチャーゴロで一、いや、手であんまり慣れてないので、あんまり目が落ち着かない。そういうことですねそういうことですね。でも今うまく処理しましたよね。処理しました、ピッチャー落ち着いていました。野球はここからなんですよ。ツーアウト満塁。そうなんですよ、もう1点いいようのから、これ抑えないといけない。これ考え方、気持ち変わりますからね。1球目投げました、初球から空振り。そうですね、バッテリーサイドとしては1点 OK という守備体系でした、うん。それが抑えてツーアウトまで来ましたからね、はい。まあ当たり前ですが、あとワンアウトでね、近藤三高勝利まであとアウト1つ。貝沼建設1打出れば逆転のチャンス。慎重ですね。打席は7番の吉田、今日はショートゴロ2つ、サードファールフライ。先ほどはこの吉田が叩き、サードへのファールフライ、ゲッツーというシーンがありました。
打ちました。ピッチャーの前か、ピッチャーだ、ピッチャーボールを掴む、一塁送球、アウト、試合終了。近藤三高勝ちました。最後逃げ切りました、4対3。貝沼建設は満塁のチャンス、あと1本が出ませんでした。いや、いい試合だったですね。ただ素晴らしいゲームでした、4対3という1点差。見どころたっぷりで、もういろんな、もう僕にはさ、技ですね。そうですね、はい、技術じゃないです、技がいっぱい見れたので。あ、はい、いや、軟式奥深いですね。そうですね、まず軟式に慣れないとダメですね。そうですね、いろんな意味で。え、で我々もこの見るところが普段と違いますので、うんうん、今近藤三高と貝沼建設同時に雨が、あ、これどういうことですか。 今雨が降り出しました。今ものすごい雨が降り出しました。試合終了と同時に雨足が強まってきました。どういうことですか。いや、これは野球の神様がいますね。いますね。この試合は成立させたい、見たい。こんなタイミングで今ものすごい雨が降ってきました。うわ、いや、こんなもうドラマの世界ですね。いや、ドラマですね、これは。ビバンより視聴率それもですね。いや、それそうです。しかもグランド整備に入るね。はい。あの貝沼さんはグランド整備はしないだって負けた方がすると勝った方がする。来ましたよ、来ましたよ。貝沼建設さんも、貝沼建設さんもグランド整備に向かっておりますが、4対3、近藤三高が勝ちまして、第1回 CBC ドラダマキング杯争奪戦は優勝近藤三高ということになりました。うん、特にトロフィーございませんので近藤三高から、うん、トロフィーは借りたいと思います、うん、何でも貸しますからね。ただ返さないといけないですからね、はい、中村さん、はい、改めまして今日のゲーム振り返っていかがでしたか。いや、本当にね、軟式野球の奥の深さ、点の取り方、はい、いや、最初若さで何言ってんのかなって理解できないこと多かったですけど、もうゲームを見て実践を見て、はい、分かりました。本当に楽しい。あ、そうですね、楽しい、いや、やっぱりルール的にはそんなに変わらないんですけど、はい、技が違います、はあ、そうですね、はい、ちょっとプロ野球にもこの叩きっていうんですか、どうですか、はい、来年ありだと思います。ちょっと立浪監督と仲いいからちょっと言っときましょう。監督、今年は叩き使いましょうよって。あと1本が出ないんですから、ドラゴンズは。監督、叩きでしょうって。行きましょうよ、行きましょうよと。多分もうそれ若さがないとどうなるんですかね。ドラゴンズ叩き、僕がプロ野球の歴史上最も早く叩きという言葉をプロ野球の実況で使いますよ。出た、ドラゴンズ叩きっていう風に。叩きっていうのは本当誰が決めたんですか。誰が決めたんでしょう。軟式野球、我々草野球人からすると一般的な言葉です、叩きは。叩きね、はい、でも必要な、必要です。これやれるかやれないかで大きな違いがありますからね。もうそこ、むしろそこからバッティング練習入った方がいいいいかもしれません、いいかもしれません。はい、叩きね。いや、ということで、今日は本当に、うん、もつれる展開ではありましたが、もつれる展開ですね、ヒーローは結局これは日比野選手ということになりますね。ですよね、逆転スリーラン。本当にね、まさかと思いましたけど、ね、若さんが喋ってる間に、いや、バンテリンでも今飛ぶんです、って行ったさじ行きましたよね。行ったそばから行きました。しかもすごいホームランが、ね、すごい当たりでした。でも結果的に日比野選手は競争っていうことがそれによってね。でも、そうですね、その里村捕手のリードが次良かったわけですから、 それによってちょっとバレましたよね、今後課題残りましたね。そうですね、まあ、でも今日はヒーローですよ。ヒーローですね。ただ今後課題が多い、ね、はい、あの日比野選手でしたっけ。そうですね、克服しないといけないことがありますよね。そうですね、両チームともに、うん、課題と収穫があったと。もう今の時代すぐ回りますからね。あ、本当ですね。本当さん、日々のちょっと競争じゃないとか、これひょっとして SNS でこれ日々の競争で調べて出てきます、ね、はい、いや、もう出てきます、出てきますよ。もう今後のね、対策っていうんですかね。そうですね、まあ、これも今度多分もう解説はないと思いますけど、もしこのカードがあった時に、はいはい、ちょっと どこまで克服してるっていうのがね。これまたやりたいですね。ねえ、これ聖地ですから、ここ大池公園野球場が、高校野球でいうと甲子園、甲子園ですから。で、はい、今日は土を持って帰るんですか、ね、持って帰れないです、ね、ただ汚れるだけです。ただ汚れるだけね、ということで、今夜の解説、はい、中村武さんでした。中村さん、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。この辺りで愛知県東海市にあります、はい、大池公園野球場からお別れです、はい。